他でもない、そのタイポ散歩を、兄さんがやってもらいながら、僕が横でストリートテクニックを出していくっていう、はい、あの、はい、新規塾の、新規塾のチャレンジ企画。バリテュードだよね。バリテュードですね。あの、打ち合わせとか一切なしでやってみるっていうところで、うん、ちょっと今日は、あの、皆さんにもお付き合いいただくという感じで、面白かったらね、なんかまたやりたいなっていうところを考えて、多分面白くなるんじゃないかと僕は踏んでいるんで、やりたいと思うんですけれども、ちょっとタイポ散歩せっかくなんでやってみます、うん、しょうよ。やってみますか。はい、ウィンドウがね、もっとオンにしちゃっていい感じでしょうか。はい、はい、しちゃってください。シェアスクリーンで出します。このハイテク、すげえな。きたきた、ここは常識じゃないですか、これは。とりあえずね、ちょっと自分でルール決めたらね、はい、タイポ散歩を、はい、在宅タイポ散歩、毎回スタートはこの増式。増式スタート、ね。僕のホームタウンの、はい、駅前スタートで行こう。なるほど、なるほど。まあ、僕も増式始まるのが。行ってますけど、いい街ですよね。めちゃくちゃいい街。そう、商店街が居心地いいんですよね。そうなんですよ。あの、お惣菜屋さんがいっぱいあったりとか、あの、安い。あと、あの、なんか説明書きのうるせえコンビニ。あ、あるある、うんうん、セブンね。すっげえ説明書きがうるさくて、トイレは台は違う、小は30秒なんたらかんたらみたいなのがあって、守れなかったらどうすんだお前っていう。マジそんなことまで書いてるの。 すごいですよあそこ。あの、注文の多いコンビニですよ、あれは、客に対して。なんかそういうね、結構個性のある街でもあるんですけどもね、うん、そんな増式からですね。増式からどこに向かいますか。うん、毎回この増式からね、容赦なくね、衛星高度にまで飛ぶんですよ。まず上昇、上昇上昇。垂直上昇。うん、垂直上昇で、ブワーっと。このアイコンが出てんのがちょっと笑うな、この画面に。どこ行こうね。どこ行きましょうかね。行ったことないとこですね。まあ。行ったことないとこですね。うん、自分が個人的に。で、ワンドコさんも行ったことなければなおよし。そうですね。うん。関西、関西、中国方面とかあんまないでしょ、うん、あんまないです、僕は。はい。僕もね、あんまないんですよ。うん、こういうところ、こういうところ、どここれ、何市、どこですか、どこですか、あ、こうやって降り立っていくっていうのがまた。降り立っていく。はい、はい、何市、何市ですか、ここは。もう何県かもわからないよ。山口市って書いてありますね、山口市。山口市の、相当これは田舎だぞ。徳佐の駅。徳佐の駅ですね。この徳佐の駅にじゃあね、降り立ってみますか。うん、降り立ってみますか。こんな一発で決めることないよ、俺、はっきり言って。ちょっと街の方がいい？いや、一旦着陸したいです。一旦着陸してみよう。誰だったらまた上昇しよう。上昇しましょう。徳佐の駅前来ました。ちょっと雪が残ってますね、ここで。え、こんなとこ雪降んの？ここは、駅前からね。よし、駅前から行きますか。はい。あ、ジャージ小学生、いきなり。ジャージ。これ。いきなり。学校帰りの電車待ちかな。部活かな、こいつら。部活っぽいですな、これは。ね、女子、男子いるってことは、男子〇〇部、女子〇〇部が一緒に動こうとしてるのかな。そうですね。また近所のこれ、中学生、内子。高生ですよね。これなんかタオルをひねって棒状にしてる、うん、あの、あれですね、ストリートタオルソードテクニックっていうのを使う。タオルソードテクニック使ってるね。そうですね。フコンってやつ、ね、タオルソードテクニック。運動部のやつらのこの華やかな盛り上がりに対して、うん、大学くんの一人でっていう、この情景いいね。もう多分一番だからタオルねじっちゃってるっていうね。駅前何にもなくないですか、これ。いや、これね、大丈夫、大丈夫。大丈夫なの、これは。これね。うん、なんとなくね、俺分かるんだけどね、これ大丈夫な駅だと思うよ。お、大丈夫じゃあこれは、勘を信じて、兄の勘を信じて行きましょうか。行ってみましょうか、早速。のどかなとこですけども、ね、これ。ちょっと中学生たちを置いて。まずだってさ、このタバコがやべえもんな。うん、ああ、このタイプのタバコ。これはいいですね。このね、ペンキのムラがあるじゃん。
はい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 、はい、ってるとこ、あの派遣で縫った村が好きで、うん、味がありますねこれは、うん、これ今だったら本当でやっちゃうからね。なるほど、本当じゃないんですよ、うん、まるっきりあの定規で下書きしたところペンキ塗ってる感じだもんね。電話番号が結構やばいっすよ今、あの看板に書いてある。あ、電話番号、これ初回やばいね。60619って、そんな電話番号俺見たことねえなと思って。この頭が一桁の電話番号って、ストテク的には何ていう名前なんですか？ストリートシングル、シングルナンバーテレフォン、テレフォン、あ、違う、シングルテレフォンナンバーテクニックぐらいしか思いつかないですね、今ね。あと L がちょっと白いんで、あの、ストリートホワイト L っていうのがあるかしますね。これね、あの、大体、田舎の方行くと、うん、最初の桁が一桁なんだよね。なるほど。あ、これちょっとあの、タバコの看板の上に、ちょっと気になる文字があったんですけど、贈り物になんですよ、これ。贈り物に。ストリートシガレットギフトテクニックが、多分この時代は通用したでしょうね、と思って。あの、今タバコを送っても嫌がられる家のが多いんじゃないかっていう。いや、本当だよね。捨てられるよね。下手したら。捨てられますよね。あの、何、殺す気かって。そう、殺す気かって言われるんじゃないですか。私を病気にしようと思ってみたいなね。そして見逃せないのが、あの、コロッケコンサートの、あの、ポスターがね、今貼ってありました。多分ここに、コロッケ、顔がぼかされてる。ぼかされてる。でもこれ全員コロッケなんですよね。どう見てもいろんなキャラだけボケてないのはなぜなの。あ、本当だ、一つだけボケてないですね、本当だ。あ、谷村新司、谷村新司だけボケてないっていうね、やばいですね。これ本人ぼかしてなきゃ意味ない行為だよね。確かに。全部本人なんだからね。確かに確かに、なかなか素晴らしい、この Google ストリートビューならではのね、はい。でそのタバコの看板しか見てなかったけど、このポリ袋包装資材屋さんがさ、うん、いきなりこんな駅の駅前にあるってことだよね。降りて井の一番にある店がポリ袋と包装資材の店っていうのはね、ちょっと得体が知れないですからね。飽きないっていう字がモザイクで消されてる。書いてれてた。お、これは宝。に行くとよくあるのがこのメーカー の、うん、あのくれた看板ですね。あ、これはメーカーがくれたやつなんだ。そう、工務店に対して、その、はい、お宅の看板、うちの資材扱ってくれるんだったら作りますよって言って、うん、メーカーが支給してくれるタイプの看板ですね。なるほど、あの、バーをやってると、あの、コロナビールとかから来ますね。もろにそれですね、うん。あれですね。あ、あれがもう、この、こういう、あの、キッチンとか作ってるような。そう、工務店の。工務店とか。お、薬ドラッグですよ、ドラッグ。割と最近きれいに。ドラッグショップ。おちょっとこの下田もやばい。こっち側じゃないですか。下田。そしてね、その一桁ナンバー。一桁ナンバー。これはあの雑貨と用品ということで、あのあれですね。さっきのあのポリ袋包装によりももっと生活に近いものがやっと現れた感じですね。これ食料品の店がまだないんですよね。でもね。うん。うん。もう物食べないんでしょうね。この辺の街の人はね。紐の間と元の間のスペースが違うじゃないですか。あ、違う。こういう感じいいよね。もう、もっと他の間離れちゃってますね、ちょっとね。うん、もたってしまった感じ。もた、あ、いいですね。もたってるっていうね。隣の、さっきのヘルシーっていうだけの看板っていうのも、何のメーカーとかでもないわけじゃないですか、このヘルシー、うん。健康が売り。うん、オリジナルキャラクターがこうありますね。ストリートオリジナルキャラクタープロモーションテクニックを使ってるから、なかなか気合の入った看板だと思います、これは。免疫力。まあ、次。なるほど。コンビニかな？お、コンビニあります？お、コンビニらしき。だね。米原。これ、あの、ストリートゴールドテキストテクニック使ってますね。これ目立ちますよ、相当、これは。しかも、これめちゃめちゃメッキだからね。めちゃくちゃ周りの電柱とかが映り込んでますもんね、うん。ここメッキにするセンスだいぶ黒人感ないですか。黒人感。ブリンブリンしてますね、これね。ブリンブリン言ってるよね、これね。ブリンブリン言ってる。そして米原自体はこれ廃業している可能性がすげえ高い。やってない。これ多分でも食料品なんですかね、何の店かな、うん、ECC ジュニアのポスターがあってあるけど。何屋さんだったんだろう。ちょっと得体が知れないですね、これね。一瞬ね、スーパーかなと思ったんだけど、スーパーこんな扉じゃないもんね。うん、そうですね。美容室フルールもなかなか。あ、やばい。お、ホビーショップ。
来た、ホビーショップ。おー、つい。マジかよ。ホビーショップ。ホビーショップ、ファーブル。これでも、この、見た感じはちょっとホビーショップ感がないというか、なんですかね。ホビーショップ、うん、隣がね、あの、ファミリーショップなんですよ。うん。この何屋さんだったんだろう。これさ、ホビーとは言っても、その何、ガンプラとか、うん、そういうエルガイムとかボトムズとかそういうのが未だに眠ってる系のプラモ屋じゃないよね、これ。じゃないです。あ、これよく見ると、あの扉のところに、車が奥に入ってるんですよ。これ、ダブルドラゴンのあの、オープニングでガーって開いてるような感じで、車が装備されてるんですよ、ここにね。廃業してる可能性はかなり高いかなっていう。うん、もしくは店構えは、この、脇というか、左側の路地とかじゃないか、じゃないよな。そんで、雪降ってるね。雪降ってますよ。雪残ってますよ。うん。こっちは？お、うわぁ、いい。ストリートリ、あ、やばい、酒と家電が隣の家電ってやばいね。真ん中にスナックがあるんですよ。おぉ。そしてスナック、クラス。やべえ。こっちはなんか落合技術サービスって言いますね。技術サービス。技術酒屋。家電店でスナックを挟みの酒屋。そしてさ、すごいのはさ、向かい側の建物と陰を踏んでるっていうね。お形が向かい合ってる。ほら、やんのか。ほんとだ。ほら、同じところが手掛けてる建築ですかね、これね。いきなり睨み合ってるね。これはでもすごいですね。この一つ屋根の下っていう、あの、ストリートワンルーフアンダーショップテクニックを使ってますね。ここほら、この駅、当たりですよ。うん、当たりです、ね、当たりの駅。当たりの駅っていう概念があるんですね。そう。ありますね。これ、あの、これやばい。この古さ。お、これはすごいですね。剥がれまくってるんだね。一部はですね、もともと、アーケードの。で、船木和夫ですね、貼られてるコンサートのポスターは。これは何に使われてんだろう、今は。今はもう開いてるけど、多分元は一部だね。これドーンと向こうまで多分通り抜けてきて、その両側にちっちゃい野菜とか果物売ったりしてたんじゃないかな。なるほど。大事。この間ね、はい、新潟の港の近くにこういうのあった。こういう建物が。うん、こういう感じの。そしてこの鉄で組んだ。古いな、これは。古いアーケード。うん。屋根が、これ見られませんよ。ね、これね、ちゃんと。おあ、米原、また。米原一族が、この辺を占めてますね。やっぱり豪族、地方豪族。なかなかとっぽい兄ちゃんが、いましたね、今ね。これ、爪楊枝かタバコ、爪楊枝でしょうね、これね。これいいなぁ。たまたま通りかかったらこのポーズだったんだろうな。なかなかでもここは、あの、暮らしに必要なものが駅前に固まってる感じは、ありますね。でもさ、うん、また家電屋とかこう電気のサービスだよ。本当ださっきと同じく。エコポポ売ります買います。ポポリサイクルショップ。あ、そうだ、隣の店はマルさんっていうので、あの店の名前にすでに3をつけることで継承を強制的につけさせるストリクトリーリスペクトネームテクニックを使ってます。ストリクトリーリスペクトネームテクニック。それ、弊社のアニさんと一緒ですね。アニさんと一緒ですね。はい。サンバイブス。さかなクンさん的なね、二重継承システムですね。サンプラザ中野くんさんとかね。継承のプリセットです。お勉強堂。勉強堂。オートボールペンって何ですか、これ。なんだろう、ボールペン専門のオートボールペン双葉株式会社。ちょっと読みたいな。一歩離れちゃう。ねえ、ちょうどこれ。ボールペンのバイオニア。バイオニア。ボールペンのバイオニア。ここにいたんだ。いたんだ。岩城勉強堂。これはあれ、文具屋、スチール家具って。スチール家具してるとこもあって、指の、なんかちょっと組み合わせがすごいですね、なんかいちいち、うん。あの、なんか事務関係は全部もうこの村ではもう、この町で俺がやってるみたいな。なるほど。会社作るんだったらスチールデスクと椅子と、うん。
あの文具一式みたいなうちに言ってくれればもうグロスで仕入れるからみたいな。仕入れる。でも結納品も売ってるんですよね。うん、謎です。で、あの梱包はさっきのところに頼むんですね。うんうん、いやーこれでもね、うん、この何ですよ、この鉄骨アーケードみたいなこれ、うん、これは相当珍しいよ。うーん、なかなかこれ今もう見られないよ。そうなんですか。うちの地元とかにありますよ。うん、こういう青森の方に。あ、でもこれを見るために人がどっかから来るレベルだよこれ。あ、そうマジですか。へえ、相当これは。これね、路上観察系の人ならね、もう、うん、駅からここまでの歩きを見て、うん、あ、ここは行こうって思ったはず。山口。なるほど。うん、これやばいよ。これあの我々ストリートテクニック業界だとこれストリートバイブスって呼んでて、ね、あ、ここはストリートバイブスが出てるっていうあるんですけど、かなりここは出てますね。うん、無人精米機、精米所、精米所。これ知らない世代がいるとかってね、この間ツイッターで話題になって。ああ、そうなんですか。精米っていうのが何することなのかよく分かってないみたいな。これなんだろう、スペルマ的な何かと思っちゃうのかな。ストリートストリートモーピープルーススペルマライステクニック。スペルマライス。スペルマライスやばい。精米をね。精米をね。精、うん、だからエナジーとかかな。スペルマライスは超やばいですけどね。でもさ、これほんとこの建物の感じから言ってさ、うん、多分昭和2、30年代から変わってなさそうだね、これこの感じ。この街並みでしょうね、ずっとね。うん、山口銀行の看板、なんかペコって横がちょっと出た変わった形してましたね。山口銀行、ほんとだ。山を意識してるんですけどね。そうなのかな。山の横っていう。ねえ。もしかしてこの山なんじゃないの？この山さ。この山を我々のシンボルなんじゃないの？ストリートポイン、ポイント、なんだろう。ストリートポイントアローテクニック、アロー、ボードテクニックですね、これはね。山口銀行による。我々の山。この建物も古いしさ、この交差点の感じ見てください、これ。お、黒川本店の和がニョンってなってるのいいですね。黒川本店のこのやつ、爽やかに似てないですか、これ。本当だ。来た来た。これ。これ、フェイク爽やかテクニック使ってますよ、これ。あのね、すいません、これね、今日の、あの、タイポ散歩的には今日の最初の獲物、これ。お、これだ、タイポ散歩。語っていただきましょう、これ。じゃあ。結構、しかも古い。うん。うん。この輪のね、特徴的なね、キューって、カールして上に向いてる、うん、この形って、実はね、この家業をやってるとね、いろんなとこでよく出会うんですよ。なるほど。ね、ちょっとアイコンをずらして、あの画面にちょっと黒川の文字にかぶっちゃってるんで、そうですね。こちらの方に一旦戻っていただき、画面のちょっと端ぐらいに、あ、そうですね、はいはい。黒川本店のこの輪がね、いろんなとこで見かけるんだけど、皆さん知ってると思うのは、スカイラークのラ。あ、スカイラークのラ。似てるでしょ。スカイラークのラに似てるし、あとね、うん、他はね、あんまり有名じゃないんだけどね、黒木さんとかね、いろんなロゴでね、このね、キュッて上がってるラインって見かけるんですよ。これ、ね、誰がこれ、してね、同じ人がやってんじゃないかっていう疑惑が今あって。へぇー。で、あの、まあ、本当に推測の域を出ないんですけど、はい。あの、昔、うんとね、ちょっと名前はっきり今出てこないんだけど、うん、広告美術センターみたいな、あの、会社があってですね、今もあるんだけど、その、うちに言ってくれたら、その、お店の看板とかロゴとかそういうの作りますよみたいなことをやっている、なんていうのかな、商業デザイン屋さんみたいなデザイン事務所がね、あってですね。うん、うん、うん、うん。あ、消えてた。そのね、商業美術研究所的なところが、あの、全国に向かって納品した可能性があってですね。もしかしたらそういう全然違う街に突然似たストロークの文字が現れるというのは、そういう、その手のそういう、あの、日本全国の中小の商店経営者から受注して、そのロゴ、看板のデザインを納品してた中央の人たちの中で同じ人が作った手癖っていう可能性がなくもないんですよ。なるほど。っていうかね、それでしか説明できないじゃないのって思うぐらいそっくりな字もあるので、うん、うん、その担当その手癖だった。うん、今ね、
目下調査中なんですけどね、この黒川さんの中でもかなり来てますね。これちょっと、タイポスタンポ的に大発見だから、これ放送終わったら、早速、やばいの発見したって、ポストしときます。今日の虎高そのうちやばい。徳佐の駅前にあったっていうね。一歩歩いたら季節が夏に。本当だ。本当だ。ある。うん。いきなり夏だよ。あ、うん、夏休みっぽい風景だよね。お、なんだか固まっているな。あ、すみません、キャプチャーしているこっちの PC が、スパチャの、一部が固まってる感じになって、アイコンとかが今動かせなくなってるんで、一瞬出て、また戻ってきます。多分10秒ぐらいで。はい、じゃあ、歩いてますかね。さん、あ、すいません、戻りました。やっぱ、ね、おばあちゃんちとか行くとさ、うん、絶対こういうとこでビシッと撮った写真いっぱい撮ってあるよね。ありますね。七五三とか、今そんなに、そんなに写真館とかまで行って真剣に撮んないじゃん。確かに。ああ。町の写真館ですね。アーシャー撮ってる人がたまにいましたよね。ああ。でもちょっと一周してるよね、それはね。ギャグというか。うん。ちょっと大きな十字路に出ましたけども。油断できないから。油断できないですね。油断できない。おっと、サンキュール畳みて。三代目。ちょっとファンシールックだよ。本当だ。ストリートエイティースフレーバー出てますね。そして、町山さん。違い局番まで。町山さん。あ、本当だ。違い局番が、局番が超長いっていうね。08395。08395。もう切るとこおかしくねっていう。市外局番っていうのもね、最近ちょっとね、こだわってる人がいてですね。うん、はいはい、界隈では。あのね、日本全国のそのちっちゃい町や村とかにあるものから、でっかい都市まで、その、市外局番だけで書いた日本地図っていうのを作ってる人がいるんですよ。へぇー。市外局番だけで書いた。そう、日本地図なんだけど地名とか一切書いてなくて、やばいな、あの数字しかついてないっていう。うわー、それやばいと。だから自分の田舎とかのあの場所を地図で、その地図で見ると、うん、知ってる市街局もやっぱ書かれてるんですよ。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、はい、ね、それを見てるだけでもかなりやっぱり、ね、ドラマ性があるらしくって、北海道とか見るとここは人口が多かったところだから桁数がこうなってんだなとかね。ちょっと見えてくるものがある。早くに番号を使い切っちゃうから、うん、あのこういう市街局番になってるとかってね、分かる。なるほど。そういう。なんでこんな長いんだろうここ。不思議ですねこれね。畳屋さんってでかいな、またなんかこれ儲かるのかなってよく思うよね。ああ、どうなんですかね。僕の高校の先輩に畳屋さんの息子がいたんですけれども、うん、そこそこなんか裕福な感じで、中流の上ぐらいの。うわ、すげえ。低芋畑より発信。これは名産ですかね、低芋、ね。ストリートハンドライティング URL じゃないですか。そうですね。ナイステクニック。街頭技巧。しかも、ちょっと僕的にグッとくるのは、URL のドメインのところが、その地元の多分ケーブルテレビがやってるプロバイダーなんだろうなっていう感じの、あー、ローカルゲームのプロバイダーのネットスペースからこう、e コマースっていう90年代後半の感じが残ってる感じがいいですね。なるほど。あと、ポイントとしてはその手書きの URL のあのふにゃふにゃっていうのと聞く芋の間をちゃんと植物を避けるっていうストリートボタニカリーエスケープテクニックを使ってるのが結構アートを大事にしてるっていうのがね、好感持てますね、これはね。うん。何ここもうめっちゃ出物、どっかんすか出前っぷりだ。取れ高の多い町。バイブス高いですね、ここね。相当バイブス高いですよ、ここは。うん、建物もいいしね、この感じ。お寺がありますね、うん、広大な駐車場。
ちょっとなんかドライブインじみたような感じだけど、違うのかな、うん、これは明治の販売所かな。あ、牛乳の販売所。あ、フェイクパトカーがありましたね。青い、青いパトランプの。フェイクミニパトテクニックが出てますね。さあ、ちょっと山道の方、あ、でもまだ先に街はありそうですね。かなり。おっと、桜会館割れてますね、これね。あの、ナフコ裏って書いてあるんですけど、そのナフコが地元の人しかわからないっていう、ストリートローカルスポットネーミングヒントですね、これね。知らねえよ、ナフコってって。ナフコってなんだよ。あ、でも葬儀祭場なんですね。うん、結婚式とか葬式とかやる系の、ね。うん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 。これでもなんか、ね、自体もハードな感じですけどね。だいぶこういうところはね、現実のタイプ散歩ではできない。一歩10メーターみたいなのやるんですよ。確かに。これ疲れちゃいますよ。押してすとサイバー祝地テクニックですね。なるほど。遠くを押すとより早く移動できるんだ。お、ここはなんだ、これはスポーツセンターとかじゃないですか。プール、シミ。違いますかね。スロープって書いてある。スロープかな。なるほど、なるほど。体育館とかっぽいなっていう気がした。あ、そうそう。こういう空間よくない？ああ、いい。これ何ですか、これ。椅子、これベンチなのかな。うん、ベンチ座れるよね。チップアウトスポットの一つではあるんだろうけど。うん、そうだよね、これね。うん、でも花壇にすげえ近いなっていうか。このさ、はい。ここで弁当食えるよね、余裕でね。あ、食える食える。弁当、コンビニ弁当持ってたら、俺、絶対これ。交差点の車の流れを、行き交う車の流れと、このトトロのような森を見ながら、ね。おー、これは絶景じゃないですか。ねえ、弁当食えるよ、これ。うん。コンビニないけどな。そうだね、確かに。弁当はこれ、ま、家から持ってくんのかな、作って。これかなりいいですよ、これ。これ見たことないですね。で、しかもなんか、うん、あの、ベンチの片っぽの、何、腕掛けみたいな伸びてガードみたいになってるっていうのも、うん、ちょっとプロテクト、うん、ストリートプロテクトテクニックが発動してて、うん、いやこれはいいですね。車突っ込まれない、うん、今の日本の街に足りてないのはこういうものだ、これだ。アウトドアプライベートスペーステクニックみたいな、なんかこう、うん、ちょっとそうですね。これはあの本当さ、日本ってさ、座るとこないじゃん、ダベルとかない。そうなんですよ、うんうん、それゆえさ、チェアリングっていう概念が登場してしまったぐらいないじゃない？うんうんうん。座れるとこないんだよな。こういうのは本当に素晴らしいと思うね。夜中とかだと、平気で俺マンションの入り口の階段とか座って飯食ったりとかした。弁当とか、コンビニの弁当。治安がみたいな感じになっちゃう、ね。治安が、そう。多分、あの監視カメラにバッチリ映ってるんだろうなと思いながら。でもすごいですよ。やっぱホームレス排除みたいなのっていうのが、なんかいろんなことで、それで座るとこどんどんなくなってると思うんですけども、都会は。トゲついてる。ね。今今度 AR、渋谷 VR って今やってるじゃないですか。うん。あれ、何かっつうと、拡張現実の AR スポットっていうのも入れるという、なんか本当の実際の場所に、作ると。なんだけど、その場所っていうのが、いわゆるその、ホームレススポット。マイシティの下の。だから それをやることによって、ホームレスの人たちがそこにもう入れなくなるために VR を使うっていう。やばいね。渋谷区の。まあ、VR もそうだけど、ポケモンポストとかをさ、そのホームレスたちがいるようなところに建てるとかもそういうことかもしれない、ね。そういうことですよ。うん。いなくなっちゃう。そう。なんだこの掘ったて小屋は。ストリートフェイク筋肉ハウス。筋肉ハウス感あるね。これありますね。これでもちょっと2部屋あるから筋肉ハウスより広いな。さっきちょっとお話の途中だったんでスルーした、うん、ヤンマーの新しいロゴね。ああ、これそうなんですか、ヤンマーの。異常に透かしてるっていうことで有名な。うん、ちょっとかっこいいですね。なんかアメリカ軍のなんかFPS でレベル1個ぐらい上がった時の勲章みたいな。わかるわかる。ちょっとありますよね。うん、なんだろう、あれ。二等兵的な。なんとかリース。高等リースって書いてましたね。うん。これは多分、建築機材とか、車とかは。トラックとかね。ね、貸してるとこですね。田舎らしい業態というか。うん。また天気か。またちょっと。あ、また天気か。あ、ほんとだ。ストリートビュー、これがあるから楽しいんだよね。楽しいですね。うん、突然天気悪くなったりするから。JA 地中央陸運局認証工場自動車旅センター、こういうポスター寄ってみたいな。
ああ、寄れないですね。モイキャラがいますね。あ、本当だ、モイキャラいますね、ローカルモイキャラ。ローカルモイキャラ。ちょっと可愛いっぽいですけど、寄れないですね。寄れない、残念。お、個性的な木があるよ。あれ？あ、本当だ。ストレンジツリーが。おお。イワシ工夫しちゃった。イワシ工夫しちゃった。イワシの工夫。テクニックですね。建設山口に加入しましょう。建設山口、建設組合かなんかですかね、これはね。うん。あのポツネント高いビルは何？何ですかね、あれね。この、あと一人一番高い建物だもん。確かに。左側にこのなんか屋台みたいな、なんかスタンドがあるんですよね、これ。これストリート。何ですか、これ。ひな壇みたいな。なんか野菜のあの、あれ、無人販売所とかに使われそうなやつですよね。そうだね。デジタブルテイクアウトスペースじゃないですか、ね。あ、それだ。街頭技巧だ。これも。トタンの屋根とかいいな。さっぴさびの。まあでも、一体の知れない小屋とか結構あるな、やっぱり田舎は。あれは、うん、あ、スーパー。この小屋もだいぶやばいね。うわぁ、やばぁ。あ、そうですね。これは元なんでしょうね、そこの看板。白いやつ。白いやつ、なんか。政党ポスターですかね。なんとかひろこ。あ、うん、なんとかひろこって書く。何党なんだろう。何党なんだろう。なんだろうね。何ひろこ？なんだ、これ。読めない。ちょっと潰れちゃってますね。なんか、清潔みたいな感じ見えるけど。清潔ひろこ。清潔ひろこ。出たよ。出た、商業施設だ。美味しいお店。エディオン、エディオン、これはイオンとかのフェイクなのかな、アピア、ウォンツ、ウォンツ、これツルハグループ。ここに来れば全部買い物できちゃうっていう。そして全部 K のワゴン、止まってるのが。あ、本当だ。スーパーランドリーがありますよ。あるね。ストリートスーパーランドリーって感じ。普通のランドリーではないかもしれないですね、うん、アピア、うん。いいよ、この字も。あ、アピアもいい。うん、やばい。本当だ。シャキーン、ちょっと仮面ライダースーパーマン的な、いいですね。あ、これいいじゃないですか。うん、やっぱ味ですか、重要視するのは、タイプ的には、ね、うん、あの。普通に考えたらこうはしないだろうみたいな。うん、ああ。例えばこのコイン精米とか普通のゴシック体だから見ても、うんってスルーしちゃうじゃないですか。確かに。うん、でもね、こう、うん、こうやられると。確かに。待てよ、ちょっと心に引っかかる。何かがある。うん、やばいなーっていう。やばい、確かに。あるよね。ありますね。他の文字ではやんなかったんだ、そのリズムみたいな。あの、チャリンコの鍵を、あの、万能鍵みたいな形してましたね。の棒が。チャリンコ盗むときに使うやつ。あ、ダークテクニックなんで。ダークテクニック。危険ですね、でもね。あ、オールマイティ。あ、これもなかなか、カドタですかね。カドタ。これ、もしかしたらビニールテープ文字かもよ。ビニールテープ文字ですね。うん。あの、ちょっと若干秀逸いなものを感じるよね。秀逸いな。しかも、カタカナでなんか、一番その看板の端っこのところに、フンガーみたいなこと書いてますね。こう漫画コーナーです。漫画コーナー。漫画が読めちゃうんだ。どこだ？なるほど。あ、ネギうどんの隣。漫画コーナーがあります。漫画この漫画っていう文字が相当いいっていう、ね、このファンシー的コーナーに見えるあたり。うん。フンガコーナーに見える。うん、あ、だ怪物くんフンガーって書いてるのかと。ストリートフランケンテクニックです。怪物くんのね、フランケンは、あ、これはなんだ、ストリートリンガーハットっぽいけど。ストリートリンガーハット。これなんですかね、これね。ストリートリンガー。なんかレストランじゃないですか、ね。レストランですね。うん、多分飲食店の。ハンバーグとかだ出てきて。カツ丼って上りが。カツ丼出してんの、このビジュアルで。嘘。意外なとこですね、これね。うん、ランド。カジュアルレストラン、ランド。ランド。ランとジャパニーズ。ランは、やっぱりあの、ランは、あの、蘭学のランなんですかね。オランダのラン的なね。ランド。で、カツも、カツレツから入ってるみたいな、なんか、山口の。ちょっと優勝正しさが感じられる。長州の頃からみたいな。いいね、うん。そして、やっとセブンだよ。あ、初コンビニ。本当だ。あれ？色違いません？そんなことないか。あ、違った。普通だ。これでも、美しい風景だね、この。ね。この山すごいっすね。広大な駐車場。うん、平山とその里山にセブンっていうこの、ね、もう象徴する景色だよね。日本ですね、これは。うん、そしてこの
軽トラが止まっててんのさ。はいはいはい。止まれの命令がカタカナでちょっと怖いですね。止まれカタカナ。うん。止まれのマレがカタカナ。ですね、これ、ツッコミアブルな位置にこう。うん。ありますね。久保田。あ、農機具ですね、これはね。この建物もいい。ああ、いい。昔の農家。結構広い道路ですね、ここは。実際ここテクテク歩いてて、温泉地の看板が右側に割とピキキ感はあるな。どうしよう、マルキュー、リンゴ狩り、リンゴ狩りの狩りにリの繰りがないと、ハンティングテクニックがちょっとグループハンティング感がすごくなってきますね。リンゴ狩り、ストリートフルーツハンターたちがここに集まるわけですね。ストリートフルーツハンターたちがギルドですね、ここはね。わ、すげえ、材木がめちゃくちゃ積んである。本当だ、田舎によくあるパターン。うん、セブンの駐車場が石垣っていうのか、すごいな。あ、これセブンじゃないのか。あ、セブンだよね、こっち。いや、めちゃくちゃ広いな、駐車場。ちょっとだって謎のスペースで仕切られてさらに駐車場あるもん、ね、すごいな。変な話、この周りの民家にあの いくらか渡せばここでフェスがちょっとしたフェスとかできますよね。多分できるね。ちょっとねこれね、裏山だしね、交差点フェスみたいな。広いな。じゃあやば、温泉どこにあった看板？俺温泉はね、ちょっと一個ぐらい戻って、なんかね看板あったんですよ、なんとか温泉。もう一個ぐらい行って振り返って、ありましたね。あった。なんとか。あ、本当だ。これは。願い成就温泉。おお。本当か。本当か。本当か。ほら、入ってみないと本当かどうか分からないですけどね。あ、でもちょっと、今本、温泉のそのちょい左のこの、あ、これは交差点かなんか、餃子っていう字に見えた。あ、確かに。ストリートリバーステキストでちょっと、フェイク餃子テキストでしたね、これね。騙されるとこだった。あぶねえ。餃子っぽい。本当に餃子っぽかったっすね。ちょっと餃子っぽかったっすよね。お、順天堂。お、これ何屋さん？ホームセンター？これはゲーム作ってる会社の店もですよね。これ見るからにホームセンターだよね。これはそうですね、ホームセンターですね。花の種とラティスとセメントとか売ってる感じ。順天堂、津村順天堂とか、うんうん、順天堂ですね。これ JJ のロゴとか。お、ユニ、ユニ、お、なんか、とんがってますね、これ。ユニペト。ユニペトなんですか？ユニペトなんですか？136。あ、ガス、すごいデザインだな。独立系ですか、これ、ユニペト。ユニペト、インドネシアとかのガソリンスタンドがここにワープしてきたみたいな感じじゃないですか、これ。え、あれってそんな感じなんですか？違う、いや、わかんないけど、違う国のなんか、確かに、あの、確かにガソリンスタンドがここだけポンって飛んできちゃったみたいな、怪しげない。すごいですね、これ。かっこいいな、ユニペト。急になんか、これすごいね。なんすか、これ。ここだけ見たらなんかさ、ジャカルタとか言われても。そうそうそう、なんか東南アジア感しかないんですよ、これ。怖いっす。すげえ、ストリートフォーリンガソリンスタンド。テクニックだな、これは。これは注目に値するガススタだよ。あ、うん、待って、古い看板が。GPR2001。2001。19年前。すげえ。これ多分無人なのかな、しかも。すごいな。人が一応いる？あ、いるかな。一応事務所みたいのがある。100円イオン洗車もありの。全体的にデザインの、デザインがちょっといいっすよ、ね、ちょっと個性的でね、うん。ちょっと遊園地的な。美学を感じるっていうか。うん、このアングルとかかなり良かったよ、これ。めちゃくちゃいい、これ。めちゃくちゃいいですよね。うん、こんな、何かと思うもんな。しかも全部ピンク。やばいなこれは。これは面白いな、うん、いやでもめちゃめちゃあるよ、これ。ここすごいですね。そこの食堂、黄色い看板。うまそう、ね。この食堂はうまそう。怖え。お、うまそう。味噌、味噌。味噌料理の味噌料理。しかも味噌のフォントがまた。これはやばいな、味噌料理の店。これは美味しいでしょ。店名は何ですか、店名は。ちょっとあっちなんとか茶。あっち回ってみよう。これはなかなかですよ、これ。花舞。テール。よし、テール。いや、花舞とね、別店舗じゃない。なるほど。いや、味噌の。あ、待って。いや、これ増築した系かな。あ、同じ店舗で。同じ店舗で、じゃあ増築した系ですね。刺さってますもん、だって。
突き刺さっちゃってるもんね。味噌、味噌の鳥とドッキングハウス。これ一体どんなさものが食べれるのかな。味噌料理って。味噌料理って意識したことないでしょ。だって味噌料理って肉料理、魚料理、味噌料理って意識したことないから、ちょっとわかんないです。塩料理、醤油料理とか考えないぐらいの勢いだよね。味噌料理はちょっと切ってますね。これはこれで調べたいですね。今ちょっとあとちょっとメモっときましょう。後で調べましょう。サイバーリサーチしましょう。これ味噌料理。うん、味噌料理なんだっけ。花米。花なこれ特産の味噌料理とは一体何なのかと。これはちょっと後で調べる必要性が。舗装されて、ギリギリ舗装されてる。に田舎になってきちゃったな。すごいな、もう。FPS のゲームのやるみたいになってもた。なんか FPS の面みたいだよね。面みたい。ステージみたい。フィールドがここなんだっていう。ここにこうパラシュート降りてきて打ち合いするっていう。でもいいね、日本のめっちゃ田舎みたいな。めちゃめちゃ田舎だな。なんかそういうのもなんか受けそうっすけどね。どういうこと、田舎みたいのが受ける。そう、日本の田舎に降りて打ち合いとかできるの、外人とかなんか割と。荒野行動みたいな、田舎行動みたいな。田舎行動みたいな。マップとして日本の、あの、ティピカルな田舎っていうのあるね。渋谷と同じぐらい上がるでしょ、そんなの。確かに。しかも結構、その、割とアニメとかの舞台として見てたりしますからね。ああ、そういう意味ありそう。確かに、外国人。お、急に、ストリートシーズンチェンジ。やばいな。街頭規制。サドゥウィンターですよ。サドゥウィンター。サドゥウィンター。かっこいいな。オペレーションサドゥウィンターだ。あの、さっきまで見えてたのが、もう極限状態見えてた幻覚って言っても、あの、あれもありますね。発光ださみたいな。まだ暖かいかと思ってたんだよね。あったけあったけ大竹誠が見てる風景みたいな。この道やばいね。やばいですね。この道踏み込んだらちょっとバッと入るよね。うわぁ、ストリート御礼交代力テクニックが、ね、発動してるな。これやばいな。だから冬になると表情全然違いますね。厳しそうですね、ここ冬。ね、うん、ちょっと。そんなのどかだけど、冬はちょっと。うん、ちょっと今ね、ゾッとするぐらいの寒々しい風景。入っていけないところに入っちゃった気がした、今。うん、これ学校かな、幼稚園かな。でも、全校生徒はそんなに多くないですよね、どちらにせよ。うん、そうだよ、ね。来年の卒業生を持って、みたいな感じです、ね。うわ、ボロボロのフォールアウトやっぱり出てきそう。フォールアウト小屋。必ずローンでね。丸服。丸服的なやつ。丸服ではないから、丸服から。うわー、また謎の小屋。あ、こっちは丸服だ。丸服。ハーフ丸服だね。これはね。生徒教さんと C さんですね。C さん教さんと。C さんはモザイクかかっててもやっぱり分かるな。分かっちゃう。分かるね。うん、やっぱ時代のアイコンだね。教さんと。うわぁ。やばい。おっ、ワープしたこれ。ちょっと、ハルト。やべえ。わっ。これトレーラーパークボーイズのあのリッキーのお父さんが住んでるところです。レイが住んでるところです。お父さんが住んでるところです、ね、トレーラーパーク感があるな。あ、でもすげえ。ちょっとトレーラー置いてあるじゃないですか。普通にトレーラーパーク、日本のトレーラーパークなんじゃないですか。ここ大丈夫ですか。え、これ、でも山口とかはなんかありそう、普通に。ああ、津山とかがやばいって言うじゃないですか。それ、でも津山って岡山？岡山。岡山、うんうん。山口はでもなんか結構割と昔からその政治の中心舞台になったんで、地方にしてはなんかやたらとこう、独特なところがあるっていう話を聞きましたね。そうなんだ。中央意識みたいな。箱物とかも、あの。墓じまいって書いてある。墓じまいってなんだろうな。石材有限会社かな。石屋さん、うん、石屋さん、石屋のね、軒先には変わったピカチュウとかドラえもんのブートストーンが結構あったりするんだけど、うんうん、ここは生真面目なとこですね、ないから、うんうん、
石造りのガンダムとかあるもんな、たまに。ブートスタチューあるよね、ストリートブートスタチュー、ね。ブートスタチューありますよね、うん。あれ結構好きなんだよな。うん、この間行ったね、あの在宅タイプ散歩で訪れたとこにもやっぱりあった。あった、ブートスタチューが。さらにすごいのはね、福島のね、うん、飯野町ってとこに行った時にね、そこはね、UFO と宇宙人で押そうとしてる町なんです。ああ、へえ。UFO の里って言って、いろんなところにね、その石材屋さんが作った、うん、あの石材屋さんがいつものドラえもんやピカチュウのノリで作ったリトルプレイがいるんですよ。うん、やばー。やばー。ストリートストーンエイリアンズが見れるんですね。ストーンエイリアンズが見れる。しかもいっぱいいるんだ。暑い、うん、あのね。いっぱいいるかなと思ったらね、ほんのちょっとしかいなかった。あ、そんなに多くはなかった。でもいいですね、暑い。もう宇宙人と UFO で押すぐらいだったら、もう辻辻の交差点にいてくれよぐらいの感じ、ね。辻辻、あの水木しげるロード的に。UFO の里って名前が超面白すぎるっていうか、その里っていうのと UFO の組み合わせがやべえなっていうのはちょっと感じますね。UFO 交流館とかあるんだよ。やばい。交流館と UFO の組み合わせもやばい。交流した後アブダクションっていう感じがしますもん、ね。交流と見せかけて、交流と見せかけてアブダクション、また筋肉ハウスが、お、筋肉ハウス、ニッカウスありますね、うん、これでもな、作業小屋なんですかね、こういうのってね、まさか人住んでないよね、こんな土地があるのにっていう、こんな小さい内部っぽい白、あ、すごい、ちょっとカンフー映画のなんか金持ちが住んでる家の門みたいなストリートクンフームービーリッチマンズハウスですねこれね。この手の木ってさ、すごい南国の方南国テクニック、うん、できたのかなと思わせるじゃない、思わせますね。俺もてっきりずっと、そのなんか富の象徴として、成功者の象徴として、こう、自分の敷地内にリゾートを持ってくるみたいな、はい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 。ことで、これやり始めたのかなと思いきや、思いきや、この品種って別に日本に自生してたんだって、昔から。あ、そうなんですか。うん。あの、生えてたんだって、全然。だから、それは全国に、うん、やっぱり南国だけじゃないですか、発言はあるんだけど、うん、でもある程度全然南国から持ってきたもんじゃなくて、これは日本に全然自生してたらしくて、そうなんですか、あのなんかね、室町とかそれぐらいの時代のあの文献にもうすでに出てくるみたいな、そう、こんな南国めいたものがあったんだって、あったんだ、それ俺最近知って、マジかって、うん、へえ、でもね、さすがに北海道にはないですね、あ、北海道まで行くとないんですね、なんかだって北海道竹もないからさ、なるほど、あ、竹もないんだ。うん、竹も生えてないよ。全然気候区分が違うんだ、うん。植生の切り替わり目っていうのがどっか、青森かどっかにありそうで、あ、青森の北ぐらいとかにあって、北海道も違うんだ、ね。青森、あ、でもうちの地元でもあんま見ないっすね。ストリート南国テクニックの南国テクニックは見ない。そう。竹はある、竹は、笹？笹と竹って同じですか？いや、うん、笹はね、あの、全然竹の、違うもの。背が高くならないでしょ。はいはいはい、せいぜい 1.2 の丈ぐらいにしか刺さってなんないよね。はいはいはい、はい。竹はめちゃくちゃ伸びますからね、うん。竹はめちゃめちゃ太くなるしさ。下手したら2、30メートル行く場合もあるぐらい。すごい高さになって、ね、超巨大な竹林っていうのはあるのかな、でも僕あんまり聞いたことないかもしれません。じゃあやっぱ北限があるんだろうな、うん。どっか東北のどっかにね、北限があるんで。まあでも北海道はまた別なものが自生してたりしますから。うん、まあそうね。別なものの自生はあれさ、あの北海道オンリーじゃないでしょ、うん、まあ、あれは多分日本中にあったんですよ ね。多摩川の間もそうですからね。ほら、あの聞いた話によるとさ、昔ほら、軍需、うん、戦時中の軍需物資のためにさ、うん、埋まってません？なんていうのはめちゃめちゃ必要だったから、うんうん、あの、いろんなとこで朝を栽培してたって言うじゃない、そこら中にあった。そういうのの、あの、一部が野生化して、風に乗ってみたいな、動物の糞に入ってみたいな、わかんないけど、で、いろんなとこにクラスターができる。お、なんか、道の駅、これドライブイン、道の駅だ。なんだ、道の駅、いいですね。物産直売系。うんうん。あ、リンゴ、リンゴの駅。リンゴか。リンゴの駅って。アリンコの駅に道。あ、やばい。お、自動販売コーナー。お、お、わさび漬け。なんとかウルカ、アユウルカ。アユウルカ。ちょっと、アリンコーナー、ちょっと。昔、そばうどんの販売機とかあったんじゃないか、こう。あった系な感じしますよね。うん。でも建て替わって、建物自体はちょっと新しい感じがしますね。これ多分この看板は建て替わる前の施設の看板だ、ね。ああ、そうですね、うん。イメージが全然違うもんだ、今の建物、うん。これもそうだと思うよ。うん。
確かにいい立て形してんだこれ。ねえ、なんでこんな形にしたの、ね、上伝えちゃったんだ。で、その敷地に新しくリンゴの駅が建てられたんだよ、これ。なるほど。もったいないことを。まあ、リンゴの駅でもいいけどもさ。うん。なんか、その、そばうどんの販売機とかは、行きながらやらせておっしゃったね。そばうどんの販売機って今どういうとこにあるんですか？いや、実はね、調べるといろんなとこにあって結構。うん。あの、近くだと、相模原の中古タイヤ市場ってとこにもあるし。まあ近いからって今思いましたけど。あの、僕は。都内とかはねえんだっていうのですね。うん。都内は。ないんですね。ないんじゃないかな。うん。まあ、あの、群馬、茨城、埼玉、千葉。トキさん、本当にリンゴ推しですね。リンゴのフォントも可愛くていいですね。青森とライバルじゃん、リンゴで言うと。いや、でも意識し、トキサって僕は聞いたことなかったですね。あの、長野はよく言われるんですけどね。ああ、なるほど、うん。リンゴライバル県としてね。リンゴライバル県として。ちょっと覚えといてあげてください。トキサ。いや、でも本当のうちの地元の青森の南側は全くリンゴとかないんで、あの、あそうそう。あ、そうか、そうなんだ。そんなリンゴとか言われてもみたいな空気感なの。あの、青森市と、津軽の地一部の地域ですね、リンゴは。さ、あっちの方ってさ、なんだっけ、なんか、民族的な、そうそうそう、なんつうの、その、江戸時代ぐらいから続くさ、民族的な反目みたいなのあ る, あるんですよ。そうなんですよ。南部となんだっけ、津軽と南部で、ね、そうなんです。津軽と南部一緒に住んだみたいな。ああ昔、殺し合いしてましたからね。戦国時代から、だって、津軽、為信と南部、なんだっけ、いましたよね。はいはい、信長の野望で。すげえ仲悪い。そう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 。伊達政宗を苦しめるやつらですよね、多分。あの、ナムコの、独眼竜政宗だとね、あ、南部とか、まあ、最上が一番あのライバルでしたけどね、独眼竜政宗。南部の殿様。そんなふうにね、リンゴで推してる徳さんなわけですよ。この辺で一回ちょっと衛星コードにすっ飛んでみますかね。お、飛んでみましょうか。ジャンプ。やっぱりさ、ストリートテクニックはストリートがないといけないから、ね。街灯ではなかったですよ。道ではありますけど、ね。カントリーテクニックでしたね。ちょっとカントリーテクニック。ちょっと南に降りると、上か下かに、あの、街がありますね。ちょっと見た感じ。これでもこの辺まで行っちゃうんじゃない？ここはだいぶ賑やかっぽいっすね。うん。このじゃあ、増田の駅前に、あの、改めて降り立ってみます。降り立ってみましょうか。ここ期待できるよ。もうかなり建物、商用。うんうん。地区な感じがするな、ね、バスターミナルも見えてきたし、ドン、お、降りてきた、ちょっと情報量が違う、めちゃめちゃ栄えてる、もう全然違う違う国、すげー、マスター駅よくあるタイプ、ね、でも看板はなんか素朴でいいですね、駅だね、どこにでもあるな、目利きの。いや、ありますね。ほんと、郊外に。すげえある。駅前にいきなり塾予備校だもんね。これ栄えてるよね。さっきなんて、ビニール袋包装資材屋さんだったからね。最初の店が。いきなり飲み屋に。いきなり、藤井においを言わない。あれ、あ、俺、ここ来たことあるわ。え、ここ来たことある。うん。本当に行ったことがある。集会屋めっちゃ覚えてるわ。あ、俺ね、超今偶然だけどね、うん、この街ね、在宅タイポ散歩の試験放送でめちゃめちゃ歩きました。あ、そうなんだ。一回来てる街なんですね、ここはね。2時間ぐらい歩いた。おぉ。ここね、超当たり多いよ。あ、じゃあちょっとなんか、覚えてるやつがあれば。うわ、カプセルホテル、いい。すごいのはね、このカプセルホテルドレミね、隣がね、スナックドレミなんですよ。おぉ、ってことはドレミグループだ。から止まってけっていうね。なるほど。システム。ストリートドリンク&ステイシステムが確立してるわけですね、うん、ここはね。シュークロードも結構やばい。あ、いいなぁ、うん。すげえ装飾のある字だな、これ。ラウンジ。くるんくるんしちゃってるな、これ。なんだこれ。これはラウンジ館もやばいよね。商業使用可能な図案集みたいなやつに入ってた字だと思うよ。あ、へぇ、切って、並べて反射にして。なるほど。プリセットガールってやつですか、これは。じゃあ。型紙にしてカットした。うん、なるほど。やっぱり太鼓界ではプリセット使わない方がやっぱり熱いんですか？一概には言えないんだけど、うん、手作りの文字だなと思ったものが実は
何年か経って、これ昔の本に出てるよみたいなことが判明したりすることは多いんです、うん、プリセット使ってやがったみたいな。あれサンプリングだったんだみたいな、でも、まあ、曲でもありますよね、うんうん。あ、この電話マークやばい。かわいい。前回来た時は発見できなかったな。え、ちょっとこれメモってください。あの、石田食料品店の電話のマーク。あとでキャプチャー取りに行こうよ。水って書いてある。ここね。なんだろう、水。田んぼもやばくなかったですか？水、スナック水。ストリートウォーター。水。スイカやべえ、田んぼもやばかったっすよ。下のテクニック使われたらやべえな。下田んぼなんだ、でも活魚なのに田んぼですけどね。田んぼの文字もいいな。緑提灯って、提灯っていうその赤提灯に対抗する謎のカウンターカルチャー、しかも一つ星だよ。ストリートジャパニーズグリーンランタンテクニック、めちゃめちゃ評価低いじゃん。5段階評価低い。うん、緑提灯。そう、しかも活魚で田んぼっていう、そのミスマッチにこだわりがあるのかな、この人。なんかこうずらしていくことにこだわりがあるオーナーがやってるんですかね。多分何も考えてないスナックシーバスもいいですけどね。やつらぎシーバス系シーバスルーパン来てるな、やっぱな。スナックの文字も合わせていい。うん、ここはね、デモのいいですね。ドンもいいですもんね、向かいスナックスナックドンやばいや。狩猟と書いてどんなんだろうか。狩猟、いや、もっとなんとか。LA もいいですけどね。あ、LA もいいですね。ストリートのサンゼルス。あるとね、突然テンション上がるよね。上がりますね。ここ、本当いいな、店の名前とか。気づき。ストリートアウェイクネス。しかも怖い。ちょっと怖いです。アウェイクネス。スナック岐阜もやべえ。ここ、やばいな。いいでしょ、バイブス高いですね。ストリートバイブスがちょっと高い、高すぎる。恋から。恋から。サンプリングテクニック。フェイマスプログラムネームサンプリングテクニック。ストリート K。光。水とか光とかすごい、なんか概念的だね。一文字系が多いですね。なんか、こう、エレメンツ系っていうか、ツール。属性。ストリートイエロースマイルボーイは、なんだろう、あれは、うん。あのね、地元のスタンプの加盟店。なるほど。のポスター。ここも良かったよ。これミツバチ。ミツバチ。めっちゃ可愛い。可愛い。スナックの文字も超いいじゃないですか、これ。いいですね。これ、オリジナルですかね。多分、看板屋さん、その場で作ったんじゃない？すげえ。これ、ちょっと気が利いてすぎないですか、このスナックの文字は。確かに。うにゅんってなってて。センスだよね。ちょっと、離れてみて、ちょっとリキッドルームのロゴにもちょっと似てるんですよね。このくねくね感。くねくね感が。このミツバチの後ろのこう謎のグラフィックとかもよ。わかんなくていいですよね。あ、若干ゼビウス感覚漂ってない。確かに。あるある、ゼビウス感あるかも。ゼビウス感あるよね。看板のフォントだけじゃなくて、看板背景っていうところも結構見どころありますよね。あるある。あるね。下地っつうか、うんうん。そう、なぜそんなデザインにしたって思って。レイヤー1。うん、レイヤー。看板レイヤー1。今ってもう看板もアドビで、正直名前もフォントもいいし、ショーっていう字にロゴになってる、その、もう一個ロゴがついてるパターンもありますもんね。アイコン中か、うん、いいな。なんかこういうのを見てると、なんかうちの地元で歩いてほしいみたいな人が結構出てくるかもしれないですね。なるほど。めっちゃ行きたい。そう、僕なんか、なんかあのだって八戸歩いてほしいですもん。うん、あのね、実はそのさっき話した福島の UFO UFO の里、町おこし UFO の里も。うん、あのフォロワーの人が僕の地元なんですって言ってくれて、お茶行きますよって言って行ったんですよ。これ、この間も来たんだけど、この醤油工場、すごいいいんですよ。これ、醤油工場？醤油工場なんですね。おぉ。字がさ、もう、昔の字だから、もう木で作る。すごい。電話、もう4桁しかない。え？ 4 桁どころじゃない、うん、電話274番。3つだよ、27。すごすぎる。すげえな。電気の木もすげえかっこいい木だもんな。気候とかの気だ。これだって電話受話器とあの喋る方と聞く方分かれてる頃ですよ、もうほとんど多分。丸木っていうロゴも木で作ってるっていうのはね、うん、素材の名前を言っちゃってるんですね、木ってね。マテリアルネームコーリングですね、これね。
で、1本渡るともうめちゃめちゃ最近作った作文みたいなばっかり新しい、ね。新しい住宅。ここの駅はね、そこのコントラストもすごい面白くて、この道も新しく、明らかに絶対最近放送し直してるでしょ。うんうんうん、外区の区画整理がもうなっちゃった後な。なるほど、うん。味が失われた後かもしれないですね。この建物も一歩入ったらなくなるんですよ。ドーンって。あ、本当だ。それでなんかやばい窓が出てくる。やばい窓。トライアングルウィンドウは何なんですかね、この。うん、やたらアグレッシブな。ねえ、こんな攻める必要なくね、しかもそんなに見える場所じゃないでしょ、隣に建物建てたらっていう。うん、あの建築家の人がちょっと気合い入れちゃったんでしょうね。なるほどな。うわ、切ってる。隙間に、うおー。隙間にも出してるんだ。うわあ、プールシャークさんですね。シャケに、どうもどうもどうも。うアイコンのは見たよ、あの、アイコンの作り方。あ、本当に。今ね、あの、配信中で散歩してるんで、一緒に楽しんでって。くれないですか。今配信中なんです、これ実は。ナイスタイミング。見ていきましょう。うすうす。ビジネスって書いてある。ビジネスってホテルって書いてないんだ。ちっちゃいビジネス。しかもトレーちっちゃいビジネスに比べて。ストリートビジネスですね、これがまさしく。ビジネスの方が、マイネームよりも先。ホテルって言わねえんだ。ジョブだですね、本当に。ジョブだ、大丈夫だ、だいぶだ、だいぶだ、ジョブだ。ここの駅はね、こんな感じでね、かなりあの回るとか回りましたね、前回ね。いいですね。じゃあ、またちょっとストリート系で、行ったことないとこ行きましょうよ、なんか。これ、南北が。ちなみに今どこですか。ここはね、山口。ここです。違うか。行ったことないな。マスターのあたりですね。ここ行ってたわ。すごいな、でもこんなとこ行ったことあるなんて、あの、まあストリートビューだけどね。うん、偶然ですよね。確かに。長崎の方とか行ってないな。ああ、行きましょう、じゃあ長崎、うん。あの、ストリートビューでは行ってない。一度長崎市内は行ったんですけど。リアルでは行ってる。うん、島原とか行ってみますか、これ。島原といえば天草四郎の乱。天草四郎の乱。それぐらいしか知識がない島原。隠れきりした。隠れきりした。どんなところなんだ。ねえ、こういう町の場合はね、あの、居酒屋サーチするんですよ。居酒屋を。居酒屋サーチすると。テクニックですね、これは。どの辺が飲み屋街なのかっていうのがざっくりわかると。なるほど、なるほど。着地点の目安になるわけですね。なるほど。これはテクニック。明らかにこの通りが飲み屋街でしょ。はい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 、なるほど。するともう、あの、いきなりそこに着陸しちゃうんですよね。おりゃーって、駅じゃなくて。駅じゃなくて、ね、飲み屋街に降りる。おー、来た。アーケードですね。おー。この辺の横浜。やばい。ニュー横浜っていうフェイク。これパナソニック電気屋さんですからね。フェイクエリアですね。フェイクエリアですね、これはね。横浜電気。ここ、すごいよ、これ。あの、アーケードの入り口が、川の上に。おー。広場がありの。ドームがありの。ほんとだ。そして、銅像がいてえの。これやばい空間ですよ、これ。確かに。すごいですね。ステンドグラスはいいの。本当だ、結構リッチな感じですね。やっぱなんかちょっとね、バイブスが違いますね。純日本っていう感じ、ね、やっぱりね。しないです。おサンシャイン中央街。ここは匂いますよ。ここは相当取れ高良さそうだな、うん。でもストリートビューがちゃんと入っててくれてんのかっていう。ああ。Google 様に言ったようにですね。まあ、戻れないもん、これ。ああ、なるほど。どん詰まってしまった。ちょっと右側に珍しい業態がドローンスクールっていうのがありますよ。ああ、ドローンも教えてるスクールがあるんだ、うん。最近ね、自動車教習所がね、ドローンの教習やってるとこ増えてるんだって。そうなんだ。その一環ですね、これは。土地もあるし、あの、ノウハウもあるから、へドローン教習所やってるらしいよ。サイドビジネステクニックですね。知らなかったな、これは。ドローンはうちの地元でもなんか仕事をしてる人いますね、なんか。ドローンで。うん、ドローン映像、本当企業の PR の映像とか、結構なんか仕事すげえあるみたいで。うん、田舎は、いいじゃないですか、これでも。飛ばしやすいんじゃないかな。ビヨーンって。横浜の王がなんかちょっと特殊な、シャッてこう、なってますね、なんか。
これは、写真合成写真でか。合成が撮れたと思う。なるほど。新横浜電気店ってすごいね。横浜さんなんですかね、それとも。そうかもしれない。苗字が横浜なのかもしれないね。横浜さんちょっといますからね。ああ、いいな。この星がすげえいいな。山内。山内さんのところはいろいろね。貴金属とかを扱う一族なんでしょうね、山の内一族は。そうですね。ジュラなんだ、ね、ジュラ。地方の商店街行くと、この、うん、うちの商店街がこの形で行くからっていうふうに約束決めてんのね。へぇー、はいはいはい、なるほど、なるほど。ありますね。このフォーマット看板ばっかり集めてる人とかもいるんですよ。へぇー、マニアックだなぁ。すごい世界でしょ。すげぇ。時間帯なのか。シャッターが閉まりまくりですね。多分朝の、ね、朝かな、ね、朝だね、うん。これ朝日なんじゃないか。閉まりで。誰もいない。まあ昼間通れないもんね。うん。なんかさあ、ここもなんか前に来たことあるかもなって。あの見たことある。見たことある系。うん。うん、もし。なるめ看板だこれ。あ、すごいここ。え、何これ、はい、急に謎の田舎風の建物が。これ蕎麦屋とか町家っぽい感じですよね、なんつうんですか。なんだ、家これ。すげえな。ちょっと異次元への入り口っぽい。しかも上もなんか閉ざされてるっていう、ね、うん。そしてこの隣のちょっとモダンなルックスの建物も実は横がこの木で作る。本当だ。相当躯体は古いね、これ。これはすごいな。急にこれ現れるんだ。これすごいよ。しかも斜めてるじゃん。ほんとだ。これ気になる物件ですね。これ実際ちょっと見てみたいな。見てみた。何屋なんだ？蕎麦屋とかでやってほしい。うん。金田。金田。この金田のマークすごいのは、この、これ何ですかね？って折れてる形が金って読むんですよね。ああ、なるほど。DA なんだ。DA。カネタ。カネタ。なるほど。昔の、あの、大工さんとか、その、大工さんの屋号とか、工務店とか、あと、まあ、酒蔵とか、醤油どころとかでも、金丸丸みたいな名前のところ。金鉄とかね。そうそうそう。あの、形使うよね、時々ね。あの、あれが金なんだ。金って読ますんですね。ミナリア。ミナリア。この2だ。あれが、市街局番だ。このアーケードの横がさ、ボコーンと開いてる情景って俺結構好きで。いいよね。抜けがいい。抜けがいい。確かに。うん、リアカーを覗く。いい路地に入る。聞いたことねえな。リアカーを覗くっていう注意。いろはや。いろはや。最近の若いやつが作る。ロハス系フォントみたいな感じ。ちょっと右側にいいサンゴス。あれ？サンゴが欠けちゃってるな。これすごいよ。もはや誰の目にも入らなくなった。本当だ。これいいね。こういうとこに。隠れキャラだよ。隠れキャラですね。おー。隠れタイプ。はい。この右側にいい名前のビルがね、ピーターパンビルっていうのがあって、なかなかいいですよ。感じは。本当だ。これ、町のパン屋さん。パン屋だ。パン屋さんの名前でピーターパンってつけるっていう。すごい、ダブルミーニングテクニック。鎌倉に青3つ書いてあって、ブルースリーっていう店ありましたけどもね。青いフォントで3つ3って書いてあって。これはなんだ、ストリート双眼解テクニックがちょっとSGI テクニックが色使い的な。でも意外とそこのオタクがそうな可能性もまあありますからね、こういう。意外と使いますからね、そういうのね。あ、一番街これかっこいいじゃん、本当だ、すげえ。一番街、1がちょっと小さい。うん。あれ、見れないかな。あー、ちょっと。あ、近くから見えない。近くから見れない。なるほど。2本。なんか高知に似てるね。高知の商店街もこんな感じだった。あ、もうちょっとあの道幅広いけど。肉。人参。
人参クラブ何のクラブなんだろう。ザボン、ザボン、砂糖、砂糖漬け。もう読めないな。初。ザボンの砂糖漬け。ストリートセネックスネークテキスト。あ、でも今、キリシタンって文字がありましたね。お読めねえ。読めねえな。長崎カステラ。一応観光向けっていうか、これやばい、そういう感じはあるんだね。この壁の木すごいですね。あ、これかっこいいですね。ちょっと 木なのかサボテンなのか。サボテン？わかんない。人参クラブ何なんだろうな。そして温泉。ストリートスパ。ここ入っていこう。商店街。いいですね。いきなり、うん、アーケード街にいきなり。これちょっと。たまらんもんがあるね。これ足湯ができるやつですね。たぶん。ストリートフットバステクニックがここで発動できるわけだ、いつでも。いいなぁ。あ、ここそうなのかな。たぶん足湯できるんじゃないですか。これわかんないけど。どうだろう。でもなんか今、あの、お水お持ちくださいみたいなところがあったね。あ、じゃあ、湧き水だ。湧き水があるのかな。なるほど。極小階段と極小手すりいいね。なるほど。ああ、ちっちゃいな、この階段。一段。確かに。段階段っていうか段であるっていう。うん、お、ま、マロチェン。マロ、マル。マーチェン、マーチェン。マルシェ。マルシェ。マルシェ。蜂蜜カステラ本舗。ステラス本舗。カステラが有名なんですな、ここはな。カステラをしてますね。うん、あ、これは写真の都合で。お、かけ、一瞬かっこ、この人の、この人の T シャツの、キーホンなの。ケロックです。ストリートシリアル、シリアルテクニック。いいボックスログ。そしてあのコンビニで何か買った後、中身のも食っちゃったんでしょうね。捨てどころ探し中。探してますね。タバコと鰹節一緒に売ってんだ。丸い窓いいね。タバコと鰹節、うん、本当だ。三好さん。タバコと鰹節、三好。あ、また上に。とこや。おしゃれの店っていう店って各地にありますよね。そういえば、ありますね。マダム服とか、マダム系の商店。うん、ババブティックの、ね、うちの近所にもあるけど、おしゃれの店。すごいよね。どうやって採算取ってんのか。謎だよね。ハッピーカフェは何か出してくれるんですかね。ハッピーカフェ。ハッピーカフェは。DMA 的なね。なんか非常にこう介護感を感じる。介護だ。島原ハッピー LG ハッピーカフェ。だこういうところでなんかあの65歳以上で運転免許返上した人からマリファナ吸えるようにすればいいんだなと。ああ、いいね。うんうん、高齢者からね、解禁するのって。そう。うんうん。すごいなんていうかさ、うん、今荒れてるじゃん、高齢者。うん、ちょっとグルーヴをね、よくしてもらいたい、ね。確かに、うん。ユニオンも良かったっすね。ユニオンもありました。魚屋さん。いい絵だね。絵はいいっすね、うん。こういうのって意外となんか、その店主の友達の看板屋さんがこういうの得意で、あばばばって書いたりするんですよね。看板屋さんやっぱ絵心がないとダメなんですかね。あと、図案書みたいなところからコピペしてきて、うん、あの使ってったりも多いみたいね。なるほど。いきなり民家だよ、また。お、ほんとだ。しゃれた民家。すごいなんかさ、狭いスペースをあの有効に活用して庭を作ってるよね。ね、そう。池まであるの？これ、あの、ただもんじゃないですね、これとね、多分ね。なんか髪の毛後ろで縛ってるおっさんとか。いやー、けどいいわ。高校生の店、島ショップ。島ショップ。よっしゃ、島ショップ。島ショップ。それで経済と法律について学ぶみたいなやつ。なるほど。本門屋ってなんかいろんなところにあるチェーンだよな、きっと。こういうところで、あの、貴金属となんかいろいろ買い取りますみたいなのって必ず入ってるのありますよね、なんか。そんなに売る人いんのかな、みたいな。金。パクリなんたらって言うのかな、まあ、スナックのお姉ちゃん的な。パ
パクリヤ。パクリヤって俺らのことかな。これ、ちょっとやばいのが、横に本門屋があるじゃないですか。横に本門屋があって。うん、ああ、そうだ。本門屋の横のリアルバトルっていう。本当だ。本当だった。トリートトゥルース。本門屋とパクリヤが。これいいですね。リュウコ相並ぶ感じ。すごい。声と同習感があるね。いいですよ、これは。テクイ。そして、この、違う通りの筋交いになってるアーケードの良さ。うんうんうん。いいね、これ。いいなぁ。無理してるな。無理やり曲げた感がいい。うん。この曲がってるアーケード好き。うん。恋の泳ぐ街があるらしいですよ。へぇ。恋のストリートカープタウン。カープストリートって書いてあるね。え、それちょっと気になんない？行きましょう。行ってみましょう。何メートルぐらい？その辺で泳いでんの ?150 メートル。恋の泳ぐ街行ってみようよ。うまそう。恋の泳ぐ街じゃないよね。この通りもすでにやばいっすよね。かなりいいね。うん。ヘッドストリート。かっこいい。恋の泳ぐ街どこだよ。恋が泳いでるようにちょっと見えないです、ね。見えちゃったよ。あ、でも川があるから。本当だ、ここら辺に。この用水路にすげえ泳ぐ。バップ。あ、恋の水。本当か。恋の泳ぐ街、駐車場があるよ。これはなんかいないと見てないはずなんで。あ、そうだね。めっちゃ見てる。うん、ここめちゃめちゃ見て、すげえおしっことかしてたら、恋の泳ぐ街。こういうことでしたか。ですね。あ、石碑がありますね、恋のね。水の綺麗さと。島原も良さそう。はい、行くと面白い。一番がいい。いや、これかっこいい。ああ。これ、なんすかね。ナンバーワンストリート。高木聡太さんがツイートで、こういう Google の、Google にお金払って天気のいいかっつってて。ああ、なるほど。さっき今曇ってて、それすげえ思い出したんで。はいはい、さっきなんでいきなり田舎見ちゃしてたら雪になった。サトンウィンターだったよね。サトンウィンターでしたね。時給がちょっとワープしてましたね。お、なんだろう。お寺ですかね。お寺の。多分冬だったんだ。これ年末だったんだよね。なるほど。本当だ。飾りがついた。年末にしては、ああ、でも南国か。あ、正月明けてからだ。日の丸どうだから。なるほど。ああ。お正月の人いないときに。ざるそば発売中っていう、僕、発売。なんかちょっと。ざるそばに対して発売。こっちは具雑煮だ。気になりますね、具雑煮。ちょっと。前、なんか、あれだね。カタカナで具雑煮とか。な感じがしませんでした。あ、ここ映画館です。なんか右側のシャドウだ。左側の方に、なんかレコヤみたいなシャッターある。うん、なんかね、あった。シャレート。シャッターアート。ストリートアートテクニックなんだな、これは。なるほど。シャッターにいろいろ絵を描いて、こう、町おこしようと。町おこしをしてるのかもしれないです、ね。リーガルグラフィティテクニックです。あ、そうだ。さっき、あの、リアカーを覗くってあったじゃないですか。うん、リアカーの人が映ってたんですよ。ちょっと一歩戻って、野菜売りのおばちゃんですね。あ、花かな。花売りだ。うん。野菜売りか。うん。リアカーを除くって書かれるぐらい普通にもあるんですね。うん、邪魔だけどみんなやめないみたいな。まあでもこのおばちゃんの世代で終わりな気持ちするから、あと少なくとも2、30年、20年とか、うん。まあリアカー自体そうだよね。うん、文化のかもしれない、ね。でもさ、リアカーってほら、車輪ついてるとさ、その、商売のね、路上で商売する場合にね、うん、車輪がついてるやつはお咎めなしみたいな法令があるんですよ。ああ、その移動販売って満たされる、ね。なるほど、なるほど。移動販売満たされるから。だから、あの、警察に注意されてすぐ動けるような業態だったら、別にあの、うん、まあ、ヤクザに処罰台どうこう言われるっていうあれはあるけど、それ以外法的には問題ない、うん。実は大丈夫なんですよね。うん。シールの移動販売とかやりたいんですよね、本当は。街に。取り付けてね。ロールしたいんですよね。だから、トラさん型のあの敷物敷いてトランク開けてっていうのはタイヤついてないからダメみたいな。なんかアウトドアのやつありますよね、物乗っけられる。なんつうの。ラジオフライヤーみたいなやつ。かな、なんか4輪で、あの、取っ手がついてて。ハンドルついてて。あ、はいはい、ハンドルついてるやつ。あれどうだったらいいのかなって。僕はもう、もしくは、万所さんに車輪がついてるかですよね。俺、車輪がついてる。でも、足がついてるから移動できますからダメだから。
それダメ、昔の靴から履くローラースケートみたいな。何か書いてあった。ひごっこって書いてある気がしません？ひごじゃないか。ひごっこじゃない。ひごっこかもな。あ、なんだ？違う。なんとかっこ。なんとかっこだよね。いちごっこ？あ、ひごっこだ。やっぱ。ひごっこだ。うん、多分ひごっこ。まあ、潰れちゃったけどな。そうですね。小料理屋かな？小料理屋。そうですね。居酒屋、小料理屋。うん。一番がい。いや、ようございましたよ、島原。いいですね。なるほど。これちょっとやっぱさ、最初の居酒屋サーチがやっぱ来てたでしょ。うん、確かに。例えば、繁華街を見つけて、もうそこに着地した。もし、時間がもし許すんであれば、まんどころさん、あの、尊敬愛する吉幾三先生の地元、五所川原とか、ちょっと行ってみたりとかします。あ、ちょっと行ってみたい感じはありますよね。青森県の五所川原市。五所川原。お、宇宙まで飛んだ。一旦宇宙行ってから。一旦ジャンプした。行ってから。そしてダイブ。五所川原、どの辺ですか？俺、そろそろ、あ、といといまだまだ、おやすみなさい。五所川原は青森県のですね、真ん中よりもちょっと上ぐらいですか。あ、あ、ちょっと上の方に今ありましたね、五所川原って。あ、そこじゃないかな。そうですね、ここで。赤い文字のとこじゃないですかね。この赤い。五所川原市。立ち寝舞台館がもういきなり。さあ、上空に、五所川原上空に、我々が。とりあえず繁華街サーチ。繁華街サーチ。あ、なるほどな。なるほど。固まってるんだな。確かにこの方法いいですね、なんか。すごい。行けば。ファーストアタックかませる可能性がありますからね、これはね。そう。降り立った。駅。五所川原。僕も、町自体に来る、行ったことはないんで。本当だ。すごい。ストリートスペースラウンチベーステクニック。ストリートナサですよ、ね。ストリートナサ。うわ、これやばい。何これ。これすげえな。スーパースターシティ。これ、これ、ヨシ先生のことですよ。スーパースターの街だから、ね。街だから、これ、ヨシ先生のことですよ。シティじゃないんでしょ、でも。シティ。すごいですね。この壁面のこのギラギラしたこの感じ。秒打ってるんじゃないみたいな。こういうパンクスのね、あの腕輪とかありますよね。ありますね。革ジャンに言うとスタッツみたいな。スタッツだ。いやー、五所川原市。いい天気だね。天気はいい、とにかく。うん、もうこういう青空のストリートビューは本当に惚れ惚れするな。確かに。気分が全然違いますね、この森とかより。お、なんか何これ大丈夫このこれなんですかね、これアートだね、アート、これストリートアバンギャルドアートだ、ちょっとこれかっこいいね、これはやばいな、すごいいいね、意味はさっぱわかんないけど、これなかなか、これね、絵心ある人じゃないとこのレイアウトできないよ、これちょっと地元の有名なかもしんないっすね、ストリートアーティストがいるかもしれないですよ、市政のアーティストで、これは、うん、旭海館何の店だかもわからないですからね、これね。ただもんじゃないですね。これいいね。すごい、これ、分かってる人じゃないと、この立ち筋、これ書けないね。ああ。立ち筋。この人の作品だから、探すと他のところにもある可能性ありますね、交渉が。もしかしたらあるかもね。確かにね。これ、右にあるのパチ屋かな。パチ。じゃさっきのとこも、パチ屋か。旭海館。あ、そうだ、パチ屋の。パチ屋のでも謎ですね。あそこだけあれが残されてるのは多分何か理由があるんじゃないですか、ね。あ、そういうの好き好き。この階段に沿った窓。ああ、かっこいい。駅前一番。ツルツル券。ツルツル券来てますね。ストリートスリップテクニック。スリップショップネームテクニック。来てるな。さあ、駅を出た最初の交差点ですな。季節はいつなのかな、この感じだと、暑い頃か、夏ぐらいですかね。初夏の様子。初夏の感じですかね。この前にある、あの、文字、あ、これ気になりましたね。クリーかっこいい。これもなんかさっきの黒川系を思い浮かべるような
こう流麗な流れですが。平泉。これ多分昔のなんですかビジネス旅館みたいなものじゃないかな。あ、ビジネス旅館。結構こういう建物の感じの。ビジネス。ビジネス超面白かったな。ハードクもう多分平泉さんやってないのかな。やってなさそうでしたね。下が不動産屋だったし。関係になっちゃってるけど、昔は旅館だったのかな。結構このフォーマットのなんか、その元そういう、こう出張した時に泊まる旅館みたいなのっていうのは、青森に割と駅前にあるんですよね。似た感じのところで。なんか建物が取り込まれちゃったみたいだね。なんか白いところと、古いところと、確かに。金星堂。金星堂。金、ああ、びっくりした。金属ですね、うん。この建物もかっこいいよ。おお。焼肉屋。色使いもすげえいいな、このラスタカラー的な。牛亭。この牛の看板かわいくないですか？かわいい。かわいい。牛亭。これなんとかテクニックですよね。あの、なんだっけ。これでも、あの、同胞を食おうとしてるところまではいってないから。うん、でもなんか、あの、ようこそのポーズだよね。ようこそのポーズ。うん。でこれさすごいいいのはさ、あの、うん、ちゃんと足が有定類のその逆関節、確かに確かに逆関節やってるのはちゃんとこう誠意がありますね、牛に対して、ね、うん、すごいそこがいい、うん、だいたい適当だからこういうのって、ね、関節ないやつとかいるから、うん、これちょっといいですよ、これいいですね。逆関節までちゃんと書いてる人のキャラってそうそういないんじゃないかな。おお、なかなかいないと思います。あ、出た出た、これやっぱりこれね、好きなやつなんですよ、うん、僕。さっきのこの壁面ですか？シティもそうだけど、うん。やっぱヨッシー、プレートみたいなので覆ったお店ってよくあって、ね。ああ、はい。おもちゃ屋さん。顔に見える建物だな。あ、おもちゃ屋さんだ。やばいな、うん、風前の灯火感があるな、こういうおもちゃ屋さん。前面に出してるのがぬいぐるみっていう時点で、ね、あの、流行りのものはもう入れてないですからね、これ、戦隊ものとかライダーとか。ポスターがなぜか。ほんとだ。おもちゃ業界に。あの、ひな人形とか、その、いわゆる、必ず買う節句もののやつとかを売って、こう、生きながらえてたりとかしますよね、こういうお店って。こういうとこね。なるほどね。向こう、おばあちゃん家が、あの、結構大きい古い家で、あのめちゃめちゃ5月人形が立派だからみたいなありそうだもんね。青森はやっぱでかいっすよ、どこも。うん。うちにあったのもなんかすげえドーンってのがありましたよな。いいなぁ。昔のほら、昭和のさ、あの、頑張れば、頑張っただけお金が入ってきた豊かな世代、ね。ああ。てか、置いとく場所があるんでしょうね。うん、おじいちゃん、おばあちゃん。でかい。住宅事情的に。でかいし。うん、やっぱり 1LDK にドカーンってひな壇あったらどこで暮らすんだみたいになりますもんね。やっぱりなるね。この局はなかなか来てますね。薬も来てますね、うん。なんかこれカプセル感あるよね。あ、確かに。カプセル感ある。D みたいな。栄薬局ですよね。坂工薬局ではないよな。栄薬局。さっきの牛なんですけれども、やっぱりこう、ヨシ先生のおしざ元なんで、ペコにはやっぱりこう、思い入れがあるのかな。ペコにはこう、ね、リスペクトがあるのかなって、うん。ビーフリスペクトを感じます、ね。ビーフリスペクト。こっち行ったらどうかな、うん、何もないかな。ちょっと戻りますかね。そうですね。はい。いやー、なんかやっぱり、ちょっと最こっち側に入って、こっちから戻ろう。これでもあの散歩の楽しさと、こう、ドライブ的な快適さがありますね、こう。移動が全く疲れないっていうのがすげえいい。確かに。かっこいい、これ。フォールアウトに出てきそう。フォールアウトに出てきそう。そして隣が N ゲージ、エアガンアクセサリー。やばい。趣味の店。パラダイス。渋谷に来た。来たー。これ地元の中学生が通う系の。ラジコ、あ、パーティーグッズも売ってる。うわ、もう楽しいことしかない、はい、ここは、ほんと。でも、これ、商売成り立ってるっていうのは、ちょっと夢あるなぁ。夢あるね。土地代がかかってないんだろうね。多分そうなんでしょうね。うん、土地、建物持ちでしょ、これだって、多分。土地持ってる人の趣味の店とか、ほんと気楽そうで羨ましいもんな、ね、いいですよね。うん。ほんとなんか、ババアアートみたいなハンドメイドのやつだけ売ってる店とかありますからね。うんうん、あるある。葬式にもそういうお店あるよ、うん。手作りファンシーショップみたいな。ね。
あれ優雅でいいよね。気楽感優雅だよね。やっぱ寂れてんな。でも子供の頃っていうか、僕最後にこの五所川原行ったのは、高校生ぐらいの時なんですけども、その頃とかだと普通にそこら辺の町の公園になんかスピーカーとターンテーブルを出して、なんか地元の B-boy の人たちがブロックパーティーをやったりとかしてるような町だったんですよ。お、ありました？ちょっと右ですよこれ。わ、よし行くぞ、コレクションミュージアム。ストリートホーリーポット、You know? わ、やばいな。しかも、YCM っていうか、コレクションミュージアム。YCM。これはちょっと、もう出ないといけないですね。800円、400円、小学生から無料。直筆の書、ステージ衣装、愛用の楽器。楽器受賞、うん、受賞歴など展示。やーねえな。しかも撮影自由ですよ、これ。オリジナルグッズ販売。撮影自由を売りにしている。これ、上がりましたね。思わぬ。やっぱり、ね、やっぱお膝元に行くと。あ、その横がカフェが併設してるよ。わ、まもなくカフェ。これ、絶対、よし行くぞ、マネーが投入されてるよ。しかも、よし先生、殿様の格好してません？してます。人生。人生。うわ。立った男って感じ。もうモザイクかけなくていいんじゃないですか、もうそこには。和モダンカフェ。おしゃれ。タピオカもしっかり扱ってて、よし行くぞの。カレーソフト。カレー、トン、そしてステーキもありますね、これ一番上見ると。ベゴも食えると。ベゴも食える。ベゴも食ってけと。ベゴも食える。これはちょっと上がりましたね。リニューアルオープン。はい、ストテクというよりナードコアとしてすごく上がりましたね。よし行くぞ。いや、あるもんだね。適当に動いてるのに見つかる。やっぱ引きず、俺ストリートディスティニーテクニックが堂々として、ね、よし、堂々としてますね、やっぱ。よし、コレクションミュージアム。行きましょう、バンドコロさん、ここは。ICM 行きたいです、ここは。ICM だよ。覚えちゃった、ICM。けどなこれでも一回ここで見てから行くとまたひとしおでしょうね。本当だった感が。トゥルース感がやっぱり、ね。トゥルース感。いやー感動した。感動しました。うわー上がった。覚えた。五所川原。五所川原ちょっと忘れられない散歩になりそう。これさ、歩行者信号が水あ、横だ。初めて見た。うわこれめっちゃかっこいいね。これ、見たことないですね。あれ昔はあったみたいな話ですかこれ。いや、わかんない。俺初めて見たの。初めて見た。おー。なぜ、なぜよ、なぜなんだろうか。雪が多いとか関係ないよね。縦の方が多分積もんないですよね。そうだったら。なぜ、なぜ横なんだな。謎。すごい。ここだけの。あ、反対側縦だし LED だ、ね。本当だ。あ、LED じゃないか。古いか。でもなぜかそこだけですね。ここ不思議。結構低いんだよな、しかも立ってる場所が信号、うん。ちょっと頭ぶっけそうな位置だよね、うん。ちょっとミステリーですね、これは。メガネの効くやん。ガの字がいいな。うん、やっぱガっていう。ガガガガガのもいいよ。本当だ、飲むもいい。あ、ストリートビューカーが映ってる。あ、こいつなんだ。こいつで撮ってんだな。なんだろう、なんか下にアルプスみたいな模様が書いてありますね。なんか山みたいな。山だ。本当だ。なんだろう、これ。五所川原もいい商店街だね。古い建物の古い。こういうさ、こういうさ。おおおお枯れ、ね、枯れてるな。枯れてるし、こう看板がクロスしてるんですよ。こう、あの、後ろ前しちゃってるっていうか、噛み合っちゃってるんですよ。うん、何なんだろう、ストリートクロスサインボード。何だろう、これ。今日わかんないことになっちゃってる。なんでこんな噛ませちゃってるのかよくわかんない。不思議な現象があるもんだな、ストリートには。
ちなみに五所川原市の金木町っていうところに行くと、うん、あの吉先生のあの豪邸が、あ、ホワイトハウス、通称、通称ホワイトハウスが、マジ？それちょっと金木町どういう字か、金木町行きますか、金に木ですね、ゴールドツリーですね。五所川原町か、五所川原市、金木町、エリア的にはここですね。で、細かい住所まではね、僕もよくわかんないですけど、上空から見えませんかね。見えないか、さすがに。金木駅。白い建物が。よし行くぞって書いたら出てきちゃうんだよ。この白い建物ありますけどね、ちょっと右のところに。行くぞハウスって言われてるところがそうなのか、違うか。あれ、YCM、コレクションミュージアム。YCM だ。YCM ですね。YCM になっちゃいましたね。さすがに実家だから乗ってないんじゃないですか。実家出てきたらやばくないですか。だってタモリ実家とかで検索したら Google アース出てきたらやばいから、さすがにそれはないんじゃないですか。松山千春の家とかさ、もうバリバリ観光名所化してるじゃん、うん、はい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 、そういうノリかなって一緒に。なるほど。行くぞハウスっていうところは一応あるんですけども、そこは多分 YCM の、ハウスはね、多分ね、お土産屋だったような気がするんだよね。それは違うんです。住んではいないよな。そう。なんか俺、一時期、吉幾三さんの息子とメール友達だった時期があって、幾三ハウスの店長をやってるんですよ。あ、なるほど、なるほど。大きい親のパワーでやってるっていうのがすげえ良くて、うん、なんか、幾三ハウスの店長って言って、ね、これリミックスとか送りましたね、俺。この田んぼの中にある、この、おすぐ並んだ外区、面白いな。なんですか、ここ。なんでこう並んでんだろう。これ上空から見てわかるこの良さ。なんなんですかこれ。右側ばっかり建物。これで、まあ向かいが田んぼで家なんですかこれ。なんで囲われてるんですかこれ。やばくないですか。え、わあ、あ、これってどうやれば共有でできるんだろう。吉幾三さん家の座標がわかりましたよ。座標どうやって送ったらいいかね、これ。これを兄さんにパスしていただける。これでも俺、LINE 繋がってないから、あれでいいのかな。テレグラムとか。テレグラムでいいのかな。じゃあちょっと今、座標を。テレグラム。タイプがもはやないですね、田舎すぎて。確かに情報がなくなっちゃうよね。でも何なんだろう、このこう囲われて要塞化してるというか。すげえ不思議。あ、やっぱでもなんかリンゴ泥棒的なやつがいるってことですかね。なんか守るかのように、だって外壁が一周してますからね。農作物盗まれる系のニュースっていうのは年に結構あるんですよ、やっぱり大量に。そうなんだ。そう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 。野菜泥棒みたいなやつがリアルにいるわけだね。空分ちょっとやくて、あ、これがそうですね。これだ。有刺鉄線で囲まれた。有刺鉄線。ガード具合が半端じゃねえな。何もね、本当ね、テレビもね、ラジオもねの世界なのかも。うわぁ、ノーディスコシティ、これが本当の。ストリートトゥールスだ、本当だった。ホワイトハウス。すげえ、趣味悪い。でも、あの、GTA5 っていう感じしますよね、ちょっと。うん、GTA5。GTA か、でけえ。まあ、目立つな。本当に屋根まで真っ白。これがホワイトハウスか、吉幾三さんの。周り、何にもないですね。いやもう本当裏の山とかも多分あの吉さんのものなんじゃないですかこれ。すげえな。行くぞ山かなこれ。行くぞ山だったらすごいですね。すげえ浮いてる白さが。さっきどうなってんだろう。すげえもう町とかないもんだ。家とかないし建物とか。降りれます、なんかその辺で。降りれない。降りれない。まだ Google の車が行ってない。Google の車はここを通っ
って言ったんだね。あっち側は回らなかった。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。イクゾーハウスの前は通った。すげえな、でも、イクゾーハウスやっぱ、なんでイクゾーハウスの、座標が分かったのよ、僕。いや、なんか、よし行くぞ、金木町座標とかで検索したの。マジで?Google マップのにポイント打ってるやつがいたんで。すげえ。さすがだ。さすが。とりあえず俺もマーキングはしとこうかな。芸能人の家マークして回ってるやつとかいそうっすね。まあいるでしょうね。うん、趣味の人もしかしたらいるかもしれない。いるかもしれない。そこ知れない趣味の人が。まあ、でもだいぶタイポ散歩もそこ知れない趣味であることには間違いないですよね。うん、普通の人にとっては。うん、あと俺、アンニに聞きたかったら、フォント問題とタイポ問題。フォントっていう人多いじゃないですか。うん。違いを明確に言うとどういうことなんですか、フォントと。それ実際ね、街に行ってみましょう。おう、街で。じゃあ街で見ましょう。うん。見ましょうね。どっかこういう、うんと。そう、フォントって言われるともやもやするんだよね、みたいなツイートを前見たことがあって。そう。全然フォントじゃないものをフォントっていう人が多すぎるんですよ。なるほど。おお。例えばさ、こういうさ、うん、奥谷慎さんの事務所、うん、これフォントじゃないですか。ゴシック体みたいなやつですか、これ。ゴシック体。キーボードで打っちゃ誰でも打てる。はいはいはい。うん、多分この高坂屋だって丸ゴシックで、これフォントだなって思うんでしょ。はい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 。でもね、例えばね、このね、ねぶた漬け、ダイヤ漬け。ダイヤ漬け。これ、ギリギリ、あんまり例として良くないな。ギリギリどっちとも取れるからな。なるほど。明らかにフォントじゃない文字ってね、あるんですよ。やっぱり今日もいくらも見てると思うんですけど。はい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 。例えばね、分かってきたよ。ないかな。飲み屋街ですか、やっぱり。やっぱ飲み屋街サーキュー。スナックとかですか、やっぱり。うんフォントっていうのは、まあ、そうか、誰でも使えるわけですね、要するに。そう、キーボードで打って打てる文字がフォントって思ってれば、ほぼ間違いない。なるほど。それに対して、その、いわゆるオリジナル、そう、レタリングとか、うん、レタリングとかのね、手書きで作られた手作りの文字は、フォントとは呼ばないですよね。呼ばない。うん、それがタイポグラフィーなんですか？そう、厳密な意味で言うと、タイポグラフィーというのはどういうことかというと、その、うん、文字の字母って言って、字の母って書くんですけど、はいはいはい、複製する元の字母の形があって、それを、その、例えば、昔ほら、活字あったじゃないですか。はい、ピンセットで活字を1文字ずつ、うんうんうんはいはい、手元のね、はい、板にレイアウトして、それを結局、印刷、輪転機の下みたいなのに置いて、ぐるぐるぐるってハンドル回して、印刷するっていう、初期の印刷の形の活版とか、はい、そういう時代から始まることで、要するにその、字母としての、その、字母って、活字のことだったりするんだけど、最初の、現象的な意味はね、はい。字母を並べてデザインを作っていくってことを、大きな意味でタイポグラフィーっていうから、はいはい、最初の、その、言葉が生まれた時代には、その、活版の、活字の、みたいな、ものだったんですよ。うんうんうん、なるほど。手書きの手にはなかったっていう。うん。だんだん時代が減るに従って、もうほぼ今の、世の中では、文字を、うん、文字にちなんだデザインみたいな、文字を絡ませたデザインみたいなものを、うん、大きくタイポグラフィーって言っちゃうようになってた。言葉意味変わってたんですね。なるほど。はい。うん、だから一番最初のタイポグラフィーっていう現象的な、その原理主義的なことを言うと、本当活字使って活版やってみたいな、うん、そういうことしかタイポグラフィーって呼ばないじゃないですかみたいなこと言う人も未だにやっぱいるんですよ。なるほど。すごい、その、厳しい意味での、はい、ハードコアな人たちがいる。ガチのハードコアでは、いや、それタイポって言われてもみたいなことを言う。だから本当その、ヒエラルキーみたいなもんで、うん、ガチンコでタイポグラフィー、やってる人は、うん、タイポ散歩なんていうものも、うん、はって思うんでね、タイポって言ってみたいな。そんな。多分言われると思う。名古屋上から見てね。でも今はね、世の中的に文字を使ったデザインは、おしなべてタイポグラフィーって呼んじゃって、ほぼ間違い。なるほど、なるほど。はい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 。ただね、自分もね、タイポって略して呼ぶとさ、文字の打ち間違いのタイポと間違われるところがあるから、はい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 、はい。あんまりね、使ってないんです。うん、そうなんですね。キーボードを打ってるときに変なキーを押しちゃって変な言葉になっちゃうことをタイポって呼ぶ人たちがいて、ね、それは知らなかった、うん。プログラミング関係から生まれた言葉なのかな。うーん、タイポグラフィカルエラーっていう言葉があってですね。
コンピューターに対してコマンド打ち込むときとかに、正しい綴りで単語を入れてやらないと、コマンドが理解されない。でそこで間違って、T の代わりに Y を打っちゃったりとかして、変な、フジコみたいなことになっちゃう。ああ。それを、ああ、やべ、タイプしちゃったみたいなことを言うっていうね。なるほど。じゃちょっとそこが被っちゃって。タイプグラフィカルエラー、要は文字にちなんだ間違いっていうことの、グラフィカルとエラーの部分を略しちゃって、タイプを出せる。いやいや、そこかよって。いやいや、エラーでしょ、大事なのはっていう。そう問題はエラーなわけでさ、確かにタイプだけど、あれですね、なんか侵害ですね、そこっすか。携帯電話を携帯って言っちゃって、おい、電話どこ行ったんだよみたいな、同じことが。で、そのタイプの方が、割と最近、このコンピューター使う人、多いから、ネット上ではタイプって言ったらそっちの意味でしょみたいな風に思われがちで、なるほど。これ超心配なんだけど、だからタイプ散歩っていう本のタイトルもさ、そっちの人に、そのコンピューターしてみれば、なんか間違った文字を集めた本なのかみたいなことを思われるんだよ、ね。ああ、なるほど。全然だから違うんです、みたいな。いろいろ複雑な事情があるんですか、めちゃめちゃ複雑なんですよ。劉備の劉、すごいかっこいいな。劉備の劉。劉備の劉。さっき劉備の本当だ。劉3。アンディ・ラウのラウですね、これね。3号店なんだ。劉3ってことは、ま、3号店、ね。うん。だから例えばこのエンデバー。エンデバー。これなんか全然フォントじゃないんですよ。絶対ないですよ。絶対これね、看板屋さんが手作りで。ライターって見たことない。ライターって字じゃないですか、これ画面ライターと。エンデバー、エンデバー、そうライダーフィーリング出てるな。なるほど、やっぱフォントじゃないものがやっぱりこう味がね格段に上がってくるってこと。これなんかいい例でね、このハヒセラ、カラーバー、ハヒセラ、ハピセラか、これはおそらくフォントなんですよ、丸文字で、丸文字ポップ体系。すいません、ちょっとダイアナ、はい、あ、さっきこのルームっていうお店、うん、なんかちょっと気になったんですけれども、うん、7階って書いてある、7階に、7階、そんなで、ここでここ何ができるかっていうのが書いてあるですけども、機械ごと、ミュージックパーティー、ダーツ、カラオケで、その横に行くと、あのバッド DJ バッドみたいな、バッド、ラブがあるダーツ、フード、カラオケ、DJ 界まで分かるけど、バッドって何これはすごい。これはちょっと巣窟の可能性がありますよ、何かの。愛と悪ですからね。これはちょっと。コロナ禍で自粛してたのかどうか気になりますよね。自粛してなさそう、バッドだから。なるほど。なんて言ったってバットですからね。これダイアナの方が、その、あれですよね。手書き。そう。っていうことですよね。もう。フォントじゃなくてね。フォントじゃない、ね。全然やっぱ味わいが違うな。そう。こういうのは、ほぼ、こう、フォントって言っちゃった。フォントですね。これね。うん。バイス、バイスバー。でも、これは違うだろう、みたいな。こっちはいいな。その文字を自分のパソコンでキーボードで打てることを想像しやすいかしにくいかっていうことで見れば間違いない。うん、ああ。別に PC で打てそうじゃないですか。はいはいはい、確かに。今だから、フォントっていうのをなんか単純に字の形みたいなぐらいな感じで言ってる人が多いですね。今ね。意味が変わってきつつある。でもまあね、それも時代の流れで本当にしょうがないことなのかなと思う部分もあって。無料はね。だってね、何万人も何千万人もっていう人がその言葉をそういう意味で使い出したらもう本来の意味なんか絶対流れちゃうでしょ。そうですね。こっち側が正解になっちゃいます、ね。貴様とかだってそうでさ、うん、貴様って別に貴族の木に様だからさ、うん、めちゃくちゃ尊いわけですよ。敬った言い方。そうでしょ。でも今貴様って言ったらなんかベジータみたいな感じ、貴様みたいなさ、ドラゴンボール的なシチュエーションを想像しちゃうじゃん、ね、うん、あれも変わってっちゃった感じだからね、うんうんうん、フォントもそうやって変わってくるじゃないですか、タイプが。なるほど。っていう思いはあります。なるほど、うん、いいなこの街も、絶対行ってみたい。青森ってね、僕ね実はねまともに歩いたことなくて。あ、本当ですか。
うん、行ったことはあるかな。でもバスで通り過ぎたとかそんな感じかな。昔はこんなにチェーン店とかも本当なくて、うん、なんか独自の個人店、もっとこう味わいが強い店がいっぱいあったんですけれどもね、うん、今でも本当どこの地方都市もおしなべてこう均質化されてるっていうか。そうですね。あ、でも青森市がね、同じなんだよな。青森市の飲み屋街にの中には結構歌っていいともっていう、笑っていいとも丸パクリのフォントのカラオケスナックとか結構いいみたいな。うん。うん、あのね、番組の名前とかそのまま持ってっちゃうスタイルね。ジャックね。ジャックね。フェイマスプログラムジャック、ね。あるよね。うん、コインランドリーで洗っていいと思っていうところがしかもコインランドリーの看板出てなくて、店名分かんなかったんだけど、その交換するプロパンの裏に納品書に洗っていいとも様って書いてあって、やっとそこで知ったっていうのが、うん、そう、ヒルネームテクニックをされてましたね。ヒルネームオリーネーム普段使いはしない名前みたいな。洗っていいと、そんな名前だったんだって、びっくりしました。じゃあこの辺でお開きにしますか。ああ、待った待った、これやばい、最後に来た、アスパム出た、行ってみたいとこ、これ何でしたっけ名前。アスパムですね。アスパムだ、イルミナティ、イルミナティの陰謀。これちょっと俺にとってのYCM ですよ。ああ、そうなんですね。ここに一回行ってみたくて、やっぱね、アイコンも三角ですからね。他人とは思えないですね。なるほど。ここはいいですよ。物産館いいですよ、ここ。うん。うん、色んな不気味に光るんですよ、これ。青とか緑とかになるんでしょう。うん。やばい、ね。見たことあります、僕、ここ。確かに、すげえかっこいいよな。うん、独特ですよね、やっぱり。すごいよね。若干独特、うん。もうなんかさ、なんだろうな、普通ピラミッド型使うのってさ、なんか、うん、意味としてさ、ニュアンスとしてこういう感じが出ちゃうからなっていうのはあるじゃん。ありますよね。こういう感じで出ちゃうっていうね。うん、うん。でもそれを青森のその地方自治体がさ、この民草が集う場所に持ってくるっていう、うん、そのやばさ。ボーンって。でもなんか青森はそのすげえ眺めのいいところから街を見ると三角の建物がすげえ多いんですよ。で、うん、でもなんか冷静に考えると雪が流れやすいのかなとかも思うし、うん、そうです、基本的には。でも三角のやつが多くて、そういうなの、青森はやっぱその、うん、キリストの墓があったりとか、あるね、UFO あるじゃないですか。なんかそういう、こうストリートミステリーロマンスポットがあるからいいなと思いますよ、その三角の。ドキッとしますもん、三角が多くて。ねえ、うん。そういうの好きな人たまらんと思いますね。ちょっと三角歩きしに行かなきゃダメかな。ちょっとみんなで行きましょう。行きましょう、ちょっと着いたら。はい。うん、でも、タイプ散歩、面白いですね、このGoogle。タイプ散歩ウィズストリートテクニック。ええー。合わせ技、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。ちょっとこれ、意外と楽しかったな、これは、うん。これは楽しかったですね。ちょっとまたやりましょう、これは。はい、ぜひぜひ。ぜひぜひ。いやー、実り深かったと思いますよ。ね、めちゃくちゃなんか満足感ありますね。本当に散歩に行ったような、このメンタル的には。物もかなりあったしね、今日ね。うん。かなり豊作だったと思います。どれだけも拝見して、はい。復習していきます。はい。いやー、今日は本当にありがとうございました。ちょっとまた近いうち、このコラボはやりたいなと思いますんで。これはいけますね、はい。うん。という感じで。なんかお知らせとかございますか。あ、さっき、まあ、ステッカーとかもそうです。そうだね。すずりってあるじゃないですか。ウェブ。すずり。ウェブで、デザインのものが入るサイト。グッズを作れるやつですね。はい。あそこで、カウンターフィーターズのすずり支店っていうのを作ってですね。はい。それが、今、絶賛、告知中。発売。発売ですね。発売。発売。ざるそば発売ですね。わかりました。じゃあ、そちらの方皆さんチェックしていただいてという感じで。はい。僕の方からはですね、このサイバーシットパンダカフェを週に4回頑張って、今、週に4回、メンタリスト第5の本を読んだら、習慣化するには4回やれ、3回や2回だとダメだって書いてあったんで。マジで。普段絶対
こう自己啓発本とか、古本でしか買わないんですよ。なんか、こう、舐めた気分で買うんですけど、それはなんかコンビニで思わず買っちゃった本だったんで、投資した分ちゃんとやんないとダメだなと思って、古本で自己投資、自己啓発本を買うやつはダメっていう説があるんで、そこに、渋ってるわけじゃないですか。もう安く買おうっていう。その辺のなんか、くずさが最近出てるなと思ったんで、頑張ってこれは開けようと思ってるんで。ぜひよかった。はい、兄さんもこう遊びに来てください。やってますね。月、はい、日月水金、やってます。夜10時からやってますんで、また遊びに来てくださいと。ありがとうございます。これを見てる皆さんも遊びに来てくださいという感じでございます。では、今週のジャスティスナイトオンラインこれにて終了でございます。お疲れ様でした。兄さんありがとうございました。